はい、えー、それでは今から苦手論点克服講座ということで財務会計論ですね。えー、まあ,あーテーマとしては一応連結キャッシュローということで,ですねやらせていただきます。えー、担当レックスにこし影山と申します。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とまあ今日ね苦手論点克服講座ということで。 一応です、ねまあ、何をやろうかなと、ね、考えていて、まあ、連結キャッシュはやっぱりです、ね、苦手な人が多いかなと思ったので事、まあ、業分離とかと迷ったんですけども、まあちょっと連結キャッシュを題材に、まあ、時間がね90分しかないのであのなかなかすべて網羅的にとはいかないんですけどが、まあ、これからの連結キャッシュの学習の取り掛かりになればいいかなと思ってち、ねまあ、ちょょっっっととと、ね、やっていいこうと思います担当の当連と実施がかぶっちゃってちょっと数学型はですね寂しい感じにあのなってしまったんですけども えーまあ、一応これ収録して多分またどっかで配信するかと思うんで、まあ、当面受けられている方もどっかのタイミングでまあ受講するのかなというところですね。はい、で、えーまあ、まずねこの連結キャッシュフロー計算書の担当および論文のまあ位置付けですねちょっとレジュメには書いてないんですけれども、まあ、連結キャッシュフロー計算書、うんまあ、結構ね切ってもいいですかっていう質問が、ね、あったりもするんですけれども。 まあ担当であればですね、まあ、この苦手論点、克服でいうことじゃないかもしれませんがまあ出ても8点ぐらいなのでまあね切ったとしてもそんなに合否には影響がないかなっていうのは正直ありますただ、まあ、論文に関して言うとまあ取材の実績ってのはそんなにないんですけどねここ最近は特にそんなにないんですけれどもただ、出たときに、えー、学習している方とそうじゃない方でやっぱり差がどうしてもついてしまうと、えー、特に比較的優しめな問題が出題されたときに。 まあやってる人はねちょっとやってる人はすごい点数取れるでも全くやってなかったらやっぱ点数が取れないっていうことになってしまうので、えー、論文受験の、ね、リスクっていうことを考えた時には連結キャッシュロー計算書は、ね、外せないわけですよ。えー、で結局論文でやるんでやっぱり担当でもね、えー、やるべきで、まあ、難しいね 問題の場合はね。埋没になるので、まあこれもしょうがないんですけども。あのまあ、決してね。難しい問題ばかりではなく、非常に優しい問題の出題っていうことも考えられます。まあ、近年の担当式本試験はですね、えー、内容的には非常に優しめな問題が。 非常にかもうここ2回ぐらいですけどね少し優しめなあの傾向にありますので、まあ、優しい問題が出たらねやっぱり取れなければいけないということで、まあ、この一つね苦手論点克服講座をですね、えー、実施して連結キャッシュローですね勉強する趣旨としてはその担当で出た時の要は簡単なのか難しいのか解くべきなのか解くべきではないのかっていうところの、まあ、見極めもねちょっとできるようにしてほしいというところでですね、えーまあこの 講座のテーマとして連結キャッシュをですね。ちょっと扱わせてもらいました。はい。なので、まあ、どういった類の問題だったら、時に行ったらいいのかとかっていうところにも含めてですね。あの、ちょっとお話は進めていきたいと思います。はい、えー、まあ、それではですね。まあ、90分という短い時間の中ですけれども、お付き合いのをお願いいたします。はい、えー、それではですね、えー、レジュメ、早速入っていきます、えー。本講座の進め方ということで、えー、まあ、まずね。まあ進め方はどうでもいいんだけどもね。連結キャッシュフロー計算書の作成方法を確認し、えー まあその後、ね、営業活動によるキャッシュフローの承継欄より下の部分から、ね、順次見ていきます。でその後営業活動によるキャッシュフローの承継欄より上の直接法、えー、そしてその後営業活動によるキャッシュフローの承継欄より上の間接法という形で、えー、ちょっとですね学習の順序としてはテキストなんかと違った順序で、えーまあ、進めさせていただきます、まあ、要は点数取りやすい部分から進めていくようなイメージですね。はい えまあこれはちょっと、ね、目次みたいなものだと思ってください。えー、それではです、ねえー、2番連結キャッシュフロー計算書の作成方法ということで、えー、連結キャッシュフロー計算書の作成方法はです、ね、原則法と勘弁法と2種類ありますで原則法というのは親会社と子会社の個別キャッシュフロー計算書を合算して、えー、連結キャッシュフロー計算書を作成するという方法になります。ですねはいえー、まあつまり 他のですね PL とか BS 連結 PL とか連結 BS を作成するプロセスと同じプロセスで連結 PL や連結 BS も親と子の PL をね個別の PL を合算していらないところをカットしていく。 BS もそうですね、親と子の個別の BS を合算していらないところをカットしていき連結 PL や連結 BS を作るというのと同じ要領で連結キャッシュフローもこの下にある通り、親会社と子会社の個別キャッシュフロー計算書を合算して修正して、ね、ここでね、ね <laughs>、そのままというよりもここでで修正が入ってです、ね、修正が入って連結キャッシュフロー計算書を作りましょうと。 はい、なのでまあ要領としては、まあ、これアンダーラインも入っていますけれども連結財務諸表を作成する手続きと同じ方法、まあ、他の、ね、PLABS を作成すると同じ方法で作っていきますというのが原則法になります、はい、でそれに対してちょっとページをめくってもらえると勘弁法がです、ね、2ページの下にあります、まあ、今日のね最後に勘弁法についても少し触れていきますが勘弁法はですね はいえー、個別キャッシュの作成に準じて連結 BS 連結 PL に基づいて連結キャッシュを作成する方法になります。まあ、どういうことかというと、ここに書いてあるとおり、個別のキャッシュフローを計算しとってどうやって作成するかというと。 PL とかですねあと BSBS BS であれば前期末 BS と当期末 BS の差額とって売上債権の増減とか仕入れ債務の増減とかってねえ求めると思いますけども要は PL プラス BS でキャッシュロー計算書をえ作っていくわけですよね個別キャッシュロー計算書ってで連結キャッシュもそれと同じ要領で作っていくんで元となる財務諸表が 個別 PL、個別 BS ではなくて連結 PL、連結 BS をベースに連結キャッシュフロー計算書を作っていくっていう作成の方法なんですね。でこれはもう個別キャッシュフロー計算書が作成できれば連結キャッシュフロー計算書も作成できるし逆に個別キャッシュフロー計算書が作成できないんであれば連結キャッシュフロー計算書も作成できませんだからまあ個別キャッシュができるかどうかに関わってくるわけですよ。ね でだからまあ個別キャッシュフロー計算書が得意だっていう方は、簡弁法で出た場合はもうめちゃくちゃ簡単、要は個別キャッシュと同じって要領でやっていけばいい、ね、まあ個別キャッシュが、ね、どうなのかというと、まあ、個別キャッシュは基本的にです、ねまあ、切ってもいいですかっていう質問あったりしますけども、まあ、これはやっぱ切るべきではないですよね。はい まあ、論文だと超品質論点ね個別キャッシュは超品質論点ですからで担当でもですねちょいちょい出てますしこの前のね5月かな令和4年2回目の担当でも個別キャッシュの問題出てましたで一昔前はですね担当で個別キャッシュ出るとですね結構その営業活動によるキャッシュを求めなさいみたいな形であのまあ要はゼロベースで。 営業活動によるキャッシュローを求めていくので結構難しい問題も多かったんですけれども最近、ね、特にこの前の問題なんかは間接法で出ましたが証券売りによるの為替差損益と売上債権の増減の穴埋め問題ですから非常に簡単なんですよね。はいまあ、そういう意味でですね、まあ、ちょっと連結キャッシュと話がそれてしまいますが個別キャッシュを切るという選択は基本的にはなしっていうふうに思ってください。はいまあ、結構、ね、個個個別別別にやっぱりいたと、ね、とかかかででで相談を受けけるんですすどども個別キャッシュう まあやっぱ状況に応じて、人の,ねその個人個人の学習の進捗度に応じてアドバイスはしますけども、基本的に個別キャッシュは切っちゃダメですよということですね、そうすると、やっぱり個別キャッシュができれば、連結キャッシュの勘弁法もできますから、一石二鳥になるということですで。今日ね最後に勘弁法については触れていきますけれども、きょうのですね学習のメインテーマっていうのは、連結キャッシュの中でも、このね原則法、ここに重きを置いていきたいと思います。 本講義の進め方というところの2番から4番までこれはもう基本的に原則法の話です。はい、ここは原則法の話ちょっと丸言としますね。ここは原則法の話ですよと思ってください。はい、からまあ最後、ね、簡弁法というのがいちばん下に、まあ、最後ちょろっと、ねえー、見ていきますがもう別にあの個別キャッシュの作成方法と同じですねというような形で見ていきたいと思います。はい でえー、レジュメの2ページはです、ね、関節法をです、ね、ベースにした連結キャッシュフロー計算書のひな形がですが、ね、載っていますけれども、えー、ここはです、ねえー、小計欄より上のです、ね、関節法を見ていくところでもう1回、ねえー、ここに戻って、まあ、どういう項目が点数取りやすいとかです、ね、そういう話はしていきたいと思いますので一旦この2ページのです、ね、上の括弧の2番というところは、えー、飛ばしていきたいと思います。はい でちょっとねあの行ったり来たりで申し訳ないんですけれども1ページ目のね括弧のうちここを見てください。ちょっっとねすすまませせんん行たたりり来でページ目の下、ねえー、この連結キャッシュフロー計算書原則法の作成なんですけれども調整の種類は2種類あってですねです、まあ、要は連結 PL とか連結ベースを作るノリで連結キャッシュも作るんで,ですかまず合算して消去するわけですけれども。 調整二種類あってですねまず一つはですねグループ間でお金のやり取りがあった項目を消していきましょうとこれ連結 PL を作るときとかも売上と仕入れの総裁消去ってありましたよねそれと同じような要領で親会社が子会社に500円払いましたって言ったらそれ家族の中でお金のやり取りしてるだけですから親から子に500円払ったっていう取引を消していかなければいけないんですよ親の500円払いましたっていう マイナス500円と子が親から500円もらいましたっていうプラス500円を内部取引だから消していきましょうっていう調整がまず一つ目です。これがですねこのローマ数字の小文字の1番っていうところなんですね。連連結結会会社社間間取取引引のの総総裁裁消消去去とはい 家族の中でお金のやり取りがあったらそれを全部消していきましょうという調整が1つそしてもう1つの調整っていうのは個別と連結で実態が違うので科目なんかを変えていきましょうっていうのがこのローマ数字2番の調整になります、はい、ちょっとこれ色を変えていきますね今日はこの2種類分けてね、えー、どっちの調整なのかっていうところも明らかにしながら講義の方を進めていきます まあ個別のね実態と連結の実態が違うっていうケースがねいくつかありますから、えー、まあそういったものはですね個別キャッシュフロー計算書で使っていた科目を連結で使うことができないので、まあ、科目変えていこうぜっていう調整になります、ねまあ、基本ね2種類の調整なんですよ直接法っていうのは、ね、はいでこれは実は間接法でも小券内より下はこの2種類の調整なんです、はい、ちょっとページめくってさっきスルスルとは言ったんですがえー 一応ですねこの部分ですかね小型欄より下は直接法と全く同じなので間接法と直接法で違うところって小型欄より上なんですねだから間接法と言ったって小型欄より下は今見てきた2種類の調整で型をつけることができるんですえつまり内部取引だから消していきましょうっていう調整と 連結と個別ででで実態が違うううから科目を変えていいきましょ調調整整のの種類の調整で、OK、なんですよね、はい、関節をもね、省計欄より上だけはちょっといろいろなことを考えていかなければいけない、まあ、そこがね、やっぱり一番受験生的にはネックになっているところだと思うんですけれども、まあ、ただとりあえずね、それは後回しにして、まあ、比較的点数が取りやすい、省計欄より下からいきます、省計欄より下は比較的点数が取りやすいです。のでということはですよ、投資活動や財務活動は点数が取りやすいということなんですよ。 金額としては、やっぱ営業活動が一番取りづらい。投資財務っていうのは点数は取りやすいので、まあこの辺もですね、まあ何が問われているかですね。投資活動が問われていたり、財務活動が問われていたのであれば、まあ営業活動が問われている場合よりも点数取りやすいし、正套率も上がってくると思ってください。はい。えー、それでは早速ね、ここから節税ベースでいきたいと思います。三ページですね。はい。今から見ていくのは。 え直接法、間接法共通で営業活動によるキャッシュフローの承継欄以降の部分つまり投資財務も含めてです見ていきたいと思います。 はいまあ、時間の都合上です、ね、すべての取引をを、ね、網羅している時間はないのである程度、取引に関しては、えー、抽出をして、まあ、レジュメを作りました、まあ、それでもです、ね、ちょっと1時間の中で終わり切るか分からないので、まあ、場合によってはちょっとレジュメの中の内容も飛ばさせてもらうこともあるかもしれません、はい、では1つ目、まあ、これ基本ですね、固定資産の売買取引ということで親子会社間の中で固定資産のやり取りしましたと。 でこれ調整の種類としてはグループの中で固定資産を売買しているので内部取引だからそこで発生したお金のやり取りを消していきましょうという調整になります、まあ、つまりさっき見たローマ数字1番の調整ですね連結会社間で発生した内部資金取引を総裁消去するとはいなのでまあちょっとダウンストリーム的に考えるのであれば、えー、親が子に なんか固定資産売りましたよといったときに親は、固定資産の売却収入を個別上計上していますし子は、固定資産の取得支出を個別上計上しています、これをそっくりそのまま相殺して消していくという話なんですよね、はい。じゃあちょっと取引例を見ていきましょうか説例1ということで、えー、P 社は登記種に S 社に対して備品、母か2万4000を3万で売却した。 で売却代金のうち4000が当期末時点でまだ支払われていないという、ねまあ、非常にシンプルな取引だと思うんですよ。はい、でキャッシュフロー計算書ですから PL と違って損益関係がないんでね、まあ、売却益とか6000出てますけれども、はいまあ、とりあえず直接、間接を含めて小金欄より下は関係ないですねちょっと賞金欄より上を考えるとあの調整必要になってきますが小経欄よ下は関係ないですよね、はいえー、そこで投資活動によるキャッシュフローを見ていきますね。 今見ているのは原則法ですから原則法ということは個別キャッシュフロー計算書を合算しますなので問題の与えられる資料っていうのもこの個別キャッシュフロー計算書が通常与えられるんだと思ってください原則法の問題っていうのはねはいこれが説例1のすぐ下の丸の一番個別キャッシュフロー計算書の資料ではい P 社と S 社の有形固定資産の取得による支出と有形固定資産の売却による収入ですねえこれが個別… キャッシュフロー計算書として資料に与えられております。はいでまあ、一応ですね、まあ、テストじゃないんでね、その合計値も一番右の列にです、ねえー、載せましたで。これ単純合算値ですねで。そこから内部取引によって発生したキャッシュを消していきましょうということで、はい、基本的にです、ね、この修正プロセスっていうのをすべての説明につけているんで、この修正プロセスっていうところを見てもらえれば、 どう修正するのかがです、ね、全て書いてありますので要は合算した後にこの修正プロセスに従って修正してあげれば連結キャッシュロー計算書の数値が導出できます。はい、なのでまあ始めないのでちょっと丁寧にいきますと。えー 有形固定差の取得支出 P と S 合算するとマイナス11万ですが取得による支出のうち2万6千は子が親に払った2万6千だからこれを消していきましょうということですね、はい、これが修正プロセスの括弧の2番 S の有形固定差の取得による支出2万6千を減額していくとはいだからまあ これは、ね、通常の講義の中でもお伝えしますけれども、まあ、こういう問題文の中にも直接書き込みれてしまえばいいんですよね2万6千消していきますとでここプラス2万6千みたいですねしてあげればマイナス7万マイナス4万プラス2万6千で8万4千ってというのが出ると思うんですよこです、ねはいまあ、連結キャッシュの、ね、仕分け切っておく人もいると思いますし私は仕分け切らない派なんで修正額を直接問題用紙なんかに書き込んでしまって、えー で連結キャッシュの数値を求めていくと手っ取り早いかなと思います。はい、で、売却収入も同じですね、P が S に有形定手産今回、備品か、備品売ってゲットした2万6千ってというのは、この5万の中に入っていますが、これってグループの中でやり取りした2万6千だから、こいつ消していきましょうということですよね。マイナス2万千 おそらくその原則法の問題であれば問題文にですねこういった個別キャッシュの資料が与えられているのでまあそこをね直接書き込みする形で解いていくとまあ素早く解けるのかなというところです。と、はい、すると投資活動によるキャッシュ量の有形固定資産の売却による収入はプラス5万、マイナス2万6000、プラス2万5000で4万9000という形で出ると思います。はい まあ基本的にはすべての説明についてこの修正プロセスというものをです、ね、載せていますので修正プロセスというものが個別キャッシュの修正額になると思ってください。ね、から個別キャッシュに修正プロセスを加味すれば連結キャッシュが出てくるという説明の構造にはなっております。はい、であとは、ね、ちょっと留意点ですね、一番下。これは各設問ごとに、えーまあ、担当論も含めて、ね、こういったきっかけが考えられますよということであ,の、まあね、あるあるですけれども。 有形コテサの場合はですね未払い未収の金額というのがあるのでお金のやり取りがない部分はキャッシュロー計算書に関係がないですからねだから3万で売却していますけれども実際4000円がまだ払われていないということになりますのでこのキャッシュロー計算書の作成に関与する金額って2万6000円部分になりますというですねまあそういう引っ掛けがありますよなんていうことは各説問ごとにまあ本当に引っ掛け事項があれば留意点という形で紹介はしております。とでまああのこれがね基本ベースにはなりますが とりあえず親子会社間でやり取りしたお金の受け払い部分というものをとりあえずね消していきましょうというのが連結会社間で発生した内部資金取引の総裁消去という話になってきます、はい。今日ハロウィンなんで、ね、外が <laughs> なんかあれですけど、はいまあ、渋谷なんで、ねこ,れね、このハロウィンの時渋谷に、ね、ちょっと来てもらって。 ちょっと隣のクラスで当然やってる方も、ね、含めてですけども、なかなか帰りが大変なのかなみたいな感じで、すね、まあ、ちょっと全然関係ないですけども、はいえー、それではです、ね、続いての説明いきます。次がです、ね、次のページですね、4ページで資金貸借取引と、まあ、ここも、ね、調整の種類としては同じなんですよあ。親子会社間でお金の貸し借りしましたっていう問題で、はい、調整の種類としては、 連結会社間で発生した内部資金取引を総裁消去していきましょうとかだから親子会社間でお金,のお金の貸し借りをするといった場合に、まあ、貸し付けによる支出や借り入れによる収入あとはそれに伴って発生した利息のやり取りを含めて全部消していきましょうということですね。 PL や BS を作るわけじゃないからお金のやり取りがポイントになってくるんで経過感情とかはねキャッシュロー計算書の作成上は気にしなくてもいいんですよ経過感情は、ねはい、逆に PL とか BS を作るときはこういうお金の価値から上がるときって、ね、経過感情まであのきちんと気を配らなければいけないってありましたけどもキャッシュの場合お金のやり取りだけを、ね、着目すればいいので経過感情はむしろ考慮しちゃだめなんですよね。はい でまあ、ここに関しては、ね、今の固定資産の売却取引、売買取引と基本的には同じ発想の処理になりますので細かい数値というのはまあ特に見ていきません。えー、さっきも言った通りです、ね、もうこの修正プロセスのところ4ページの下を見てもらえれば、まあ、そこにです、ね、修正額が全部です、ね、載っていますので、まあ、さっきお話しした通りですね個別キャッシュフロー計算書の金額に加えて、まあ、この修正額をです、ね、加減算してあげれば連結キャッシュの金額が出てくるかなと思います。はい でただまあ間接法の場合ってのはて後で、あのー、少し見ていきますが間接法の場合はです、ね、小形欄より上において、PL の受け取り利息とか、ね、受け取り配当金とか支払い利息の調整を施していく必要があるので間接法の場合に関してはまた小形欄より上で,です、ね、ちょっと調整が再度必要になってくると、はいまあ、これは13ページ参照ということなのでちょっとそこだけ黄色でまず入れていきますか。 まとりあえず今見てる。とにかく象形欄より下の調整ですね、うん。なんで正直営業活動によるキャッシュローはまあ証券屋の下ちょっと入ってますが、まあ、メインとした投資と財務ですね。ここをま何とかしていきましょう。っていうことにはなります。テーマとしてはね。とりあえず現状。はい。じゃあここのね。細かいところはもう各自お任せです。で、ね、内部取引を消していきます。内部取引でやり取りしたお金家族の中でやり取りしたお金を消していきましょう。っていうだけです。はい、では続いていきます。 えー、こ,こからです、ね、調整の種類、2種類になります6ページ、ですね連結子会社の配当ということで、えー、ここは、家族の中でやり取りしたお金のです、ね、資金項目を消していきましょうという調整と、もう1つ色が入ってきます、はい、実態が個別と連結で違うので、科目をです、ね、振り返っていきましょうという2種類の調整がここからは入ってきます。 まあここからというからここはですね、連結子会社がですね親会社に配当しましたという部分ですが、ちょっとこれは板書で,ですね簡単に図を書いていきたいと思います。こういう状況ですね、はい PS、あと非株ですね、ちょっと非株は私はよくこの人のマークを書くので、非支配株主。 で一応図は6ページの節例さんの数値例を前提に図の方をですね仕上げていきますね。えー、P は S の80%の株式を保有していると。まあ、とするとですね当然、非株は20%ですよね。非株は20 S で S が二万五千の配当しているわけですよね。S が二万五千の配当してると。でそのうち P に対しては八割の二万ですよね。P に対してはまあ二万。で非株に対してはまあ二十パーの五千の配当してます。 まあこれが取引の概要を示した図なんですがこの P と S っていうのはグループになっているんで家族なんですよねだからこの P と S っていうのを基本一括りで考えていかなければいけません連結上ですねはい P と S は連結上一括りで考えていきますよと まあ家族の中ですからね親と子ですから、まあ、非株はグループ外っていうふうに考えていき、えー、PS はグループ内部っていうふうに考えていきます、えー、とするとですねこいつですねこの S が P に対して行った配当2万ってこれ消していかなければいけないんですねはい、えー、これが内部取引だから消していきましょうっていう部分なんです これが内部取引だから消していきましょうだから P が S から受け取った配当ですよね配当金の受け取り額を消していきますよっていうことと S が P に対して払った配当金の支払い額を消していきましょうっていうのがまず一つ目の調整になります一つ目の調整ですかはいそしてもう一つですね ここでお金のやり取りがあって,非,株に対して非支配株主に対して5000の配当をしているんですよね。非支配配株主に対しして5000の配当をしての当いると、ねはい、でこれ、個別ではどういうです、ね、科目で処理されているのかというとこの5000の配当って個別ではまさにその配当金の支払い額で処理しているんですよね。個別では配当金の支払い額 個別では配当金の支払い額で処理をしているんですけれども連結の方はこれちょっと科目変えていくんですよ。ここはね実態が変わったっていうほどのものではないんですけれども連結の方はちょっと色変えていきますかねえ支配株主への配当金の支払い額っていう科目に変えていきます。ですか まあ、個別の科目をね、ちょっと連結風にアレンジするっていうイメージですよね。非株への。配当金の支払い額。というふうに、ちょっと、このね。非支配株主に対する配当を。 連結にアレンジするる必要があ,る、まあこれが個別の科目を連結上の実態に合わせた科目に変更していきますよっていうね青でマークしているもう一種類の修正になるんですよ。まあ、ここは結構ね え連結キャッシュフロー計算書の問題の中では、典型度の高い論点になります。まあ大体、ここは出るでしょうと、配当に関してはここは出るでしょうというものにはなります。じゃあまとめていくとですね、ちょっとレジュメの方に戻ります。 えー、まず子会社が2万5000の配当をしましたよっていうこのマイナス2万5000の配当って8割の2万は内部取引だから消していきましょうと2割の5000は非支配株主への配当金の支払い額っていう科目の振り替えによって別科目に調整されるので結局この子会社 S 社の配当金の支払い額って連結キャッシュフロー計算書に載らないんですね。 乗らないんですなんでまあこれはもう出たらサービス問題なんですが連結キャッシュフロー計算書の配当機能支払い額ってこの親会社 P 社の配当機能支払い額がそのまま乗るんですよもうちょっとですね反則ですがそのまま引っ張っちゃいますねこれそのまま乗るんですよ移せばいいだけ移せばいいだけなんですよ まあ論文なんかだと、ね、連結キャッシュフロー計算書をです、ね、作成しましょうということで連結キャッシュフロー計算書自体の穴埋め問題が考えられますが、まあ、もしこの配当金の支払額って穴があれば親会社の個別の配当金の支払額を移すだけなんで、まあ、10秒ぐらいで点数が取れてしまうんですねでもこれ知らないと、ねまあ、点数取れないですからもう単純にこれ知識だけで、ね、勝負できるような部分になります。 はいまあ、あとは、ね、調整をしていくということなので、えー、親会社、P 社が子会社 S 社から受け取った配当金の、えー、受け取り額2万、えー、これはやっぱり性していきますね、マイナス2万ですかね、マイナス2万と。そうすると、この部分ですよね、配当金と利息の受け取り額は4万たす3万引く2万で、えー、5万ですよ 5万ですよということとあとは連結キャッシュフロー計算書に個別にはない科目が出てくるんですねこの非支配株主への配当金の支払額という科目が出てきます、はい、これがまあ新しい科目連結特有の科目だと思ってください、はい、でもし仮に論文なんかでまあ担当もそうですけれども答案用紙的な、ね、連結キャッシュフロー計算書が ドカンと、ね、では回答のフォームとして設けられているような問題であればおそらくこの部分がブランクになる可能性が高いです、ね。ではこの非支配株主への配当金の支払額ということを知っているかなとここがブランクになっていると連結キャッシュロー計算書がまあ答案用紙としてドカンとね日な形がバーンと与えられる問題だったら、まあ、ブランクになっている可能性が高いです。 はい、で逆にまあこの、ね、非支配株主への配当金の支払額という文言を科目を答案用紙に入れてしまったら大体みんな分かっちゃうんですよね。はいうん、だからまあこれを、ねえー、ブランクにして空欄にしていくというのが、まあ、出題者側から見ると常等手段というか、ね、連結キャッシュのまあ,あるあるなんですけどね、まあ、よく空欄にしていく、まあ私も問題作ると結構空欄にする率が高いですね。ここははい、ということでまあこのようにですね 個別上の科目と連結上の科目でちょっとですね連結にアレンジするというのがこの非支配株主への配当金の支払額ということになります。はい、で、えー、次が社債取引についてですね、見ていきます。で、ここはそもそもですね 連結修正としての社債取引をちょっと理解していないと、えーまあ、このキャッシュフロー計算書もですねなかなか理解できていないので一応今から簡単に解説はしますけれども基本的にはその成果連結の社債取引ができますよっていうことを前提に解説をしていきますなので、えー、そもそも成果連結の部分で社債取引を学習していないとか、まあ、ちょっと面倒くさそうだから飛ばしちゃってるっていう方は、まあ、この部分連結キャッシュでもできないです はい、だから成果連結、ね、あのその連結キャッシュじゃなくてですよ連結 PL とか連結 BS を作りますっていう問題の、えー、社債部分がまずできなければいけないんだと思ってください。それが前提ですは,いではね、社債取引に関して見ていきます。で社債取引はその、ね、PL や BS を作るっていう、ね、通常の要はキャッシュではない、ねえー、問題、論点の中で発行時取得と発行後取得ってありましたで発行時取得はもう簡単なので講義の中ではこの発行後取得だけを、ねえー、見ていきます。 で調整としてはです、ね、これは相殺するという話ではなくて個別の科目を連結の実態に合わせた科目に変更していきます、はい、じゃあ、まず、ね、親子会社間の社債のやり取りというのを見ていきますね、ちょっと実態を少し見ていきますがこの発行後取得というのはどういう話かというと。 P と S がいまして、この問題からだと持ち分比率がわからないんですが、一応 S は子会社だってことですね。S は子会社で、ちょっと説明からわかりませんが、一応80%ぐらいにしておきますかね。一応、解答上、これは関係ないです80。80%とか。解答上、関係がないですが、一応、定裁的にちょっとね80%って書いておきます。この社債取引の発行ご取得ってどういう取引かというと、 P がこの外部に社債を発行しますよと、外部の誰かさんに社債発行しますよと、それを S が取り返すという取引なんですね。グループはここになります。 P が以前外部に発行した社債を S が取り返すわけですねで。そうすると S の方もここでキャッシュアウトするわけですよ。取り返すときのキャッシュアウト、はい。S もキャッシュアウトすると。で、これ個別の観点から見れば S は 外部から別の会社である P 社の有価証券を取得するという取引になります、個別の観点から見れば、ね、P が S がです、ね、すごいません P の発行した社債を外部から取り返すという取引になるんですけれども連結の観点からすると PS を同一視しますので、まあ、ここがポイントでね、えー、この P の発行した社債を後日取得するというこの取引は連結の観点から見ると社債の買い入れ償還というふうに考えるんですね。はい まあこの部分ですねグループの観点から見たときにこの部分の取引を社債の返り償還というふうに考えるんでした、はい、個別だと、ね、単なる有価証券の取得ですが。 連結だと PS を同一視しますので社債の返れ償還というふうに考えていきます。ですんでまあこの時にですね S はちょっと説明ベースでいくと14,580で P の発行をした社債を外部から取得しているんですね。 一応ちょっと問題文をさらっと確認しましょうか。えー、×3 年4月1日から ×4 年3月31日までの1年間が登記で、S は P が ×1 年4月1日、まあ、2年前ですかね。登、え、記、ー、した当期より2年前に取得した、えー、社債のうち、4分の1である、4分の1といは書いてないですが、1万5千円について、登、ま、記、あの9月30日の利払い後に、14580で取得していると。 なのでまあ発行したから二年半後ですね。二年半後に P の発行した社債を子会社 S 社が取得してるんだと。でこの時払ったお金が一四五八ゼロ一四五八ゼ でこの14580ていうところをちょっとです、ね、考えていかなければいけないんですけどもですかこの,、ね、の14580ていうのは個別上は S が他の会社である P の有価証券を外から買ってきてるんで投資有価証券の取得による支出になってるはずなんですよ。よ個別上は ちょっと投入と略させてもらいますが投資有価証券の取得支出と個別上はねはいでも連結って投資有価証券の取得ではないですよね さっき言ったとおり連結の実態っていうのはここに書いてあるとおり社債の買い入れ召喚って考えるんですよ社債を満期日前に市場から買い戻すっていう取引のことを社債の買い入れ償還と呼んでいくわけですけれどもですか、えー、だからですね個別上有価証券の取得かもしれません S から見ればね、えー、単なる有価証券の取得かもしれませんが連結は P と S を同一視しますので連結上はこれ社債の償還による支出っていうふうに科目変えていきます。 社債の償還支出と少し略させてもらいます。はい、で、このように、ね、実態に合った科目に変えていくと、まあ、さっきの配当も一部そうでしたよね。で、この発行ご取得は全額ですね、一部じゃなくてすべてもう。 実態にに合った科目に変えていきますので、まあ、これ単に連結にねなんかさっき見たかアレンジしてるっていうレベルじゃなくて完全に実態が違うんでね個別と連結で個別は単なる有価証権の取得連結は社債の買いでしょうか。もうこれは実態,に実態が完全に違うので個別の科目と連結の科目が完全に変わりますまあ言っってもねねさっきの範囲の部分は、ね 配当金の支払額が非支配株主への配当金の支払額ということでまあちょっと科目を業々しく変えただけなんですがこっちら、社債の方はですね実態がもう違うんで科目を完全に変えていくとはいじゃあちょっとレジュメで連結キャッシュね見ていきますね。ははですねごめんなさい S は 個別上、投資有価証券の取得支出として8万ですね、資質していますけれども、このうち14580っていうのは親会社 P 社が発行した社債を取得したものっていうふうでカウントされているんですね。えー、なので、この14580は修正しなきゃいけないんですね。14580ですね。はい、これは有価証券の取得による支出じゃないわけですから。 はい、なので連結キャッシュフロー計算書の投資家の取得による支出は12万たす8万から14580を引いた18万5420のマイナスですね,、はいですねはい。そして財務活動によるキャッシュフローに関して社債の償還による支出がまあ仮に全くないと。 いうことであれば、はい、ここで。連結上は出てきますよ。社債の償還による支出マイナス。一万四千五百八十。はい、で、これもね、この左の説明と同じように。この社債の償還による支出がブランクになるっていう可能性が高いですね。これを。 やっぱ科目として、ね、問題の資料に与えてしまうと気づいちゃうから回答者ね、はい、だからまあ自分で気づけるかどうかですねこのことをちゃんと自ら気づける人とそうじゃない人でやっぱり差をつけたいんで、まあ、ブランクになる可能性は高いかなと思います、うんまあ、個別でね社債の償還による支出がガンガン計上されてるんだったらブランクにはならないと思います個別でね はい、ただ個別では全く謝罪の話が出てこなくて連結で初めて、えーまあ、この発行後取得があるケースなんかはここがブランクになっているなと思ってください、はいまあ、あとは、ね、この説定はクーポンに関する部分は無視していますので一応、年利率が4%ありますので、えーまあ、実際はこのクーポン部分のやり取りも実際は発生するなと思ってください。半、ね、半年分、ね、半年分分ねですか 利息の支払いと利息の受け取りが本当は出てきますからね、ちょっとこの設定はそれは無視しています。はいまあ、一応、留意点のところで通常はクーポンがありますからそれも考慮しなければいけないねということは書いてあります、はい。でこのように、ね、実態が全然違うんだといった場合に、えーまあ、科目を変えていかなければいけないと。 のまあ、この、ね、問題なんかは特に投資活動によるキャッシュフローである投資有価書記の取得による支出が財務活動による社債の償還による支出に変わるので担当なんかだと出しやすいですね、えー、要はこの経常区分を超えて金額が変動する場合は、えー、出題はしやすいですね経常区分を超えない場合って担当なんかだと結局投資活動によるキャッシュフローを聞いてもね 形状科目の中で形状区分の中で振り返っているんだったら総額変わらないんで、まあ、出演してもあんま面白くないんですけどもこの、ね、投資活動から財務活動みたく形状区分が変わるものは投資活動の総額や財務活動の総額に影響が出てくるんで、まあ、担当だと聞きやすいですね。はい、これが発行ご取得になります で、えー、8ページは、ね、連結子会社の増資とありますがちょっと、ね、ここは時間の金で一旦カットしていこうかなと思いますもしあの時間余ったら最後ここに触れていきたいと思いますが、はい、ここはもう各所お任せでとりあえず一旦まあ修正としては内部取引だからっていう修正とあとは実態に合わせて科目を変えていきましょうっていう修正と2種類ありますので,、はい、でこれはもう配当の部分と似たようなです、ね、修正になります、まあ。科目は違いますけれどもね 配当の部分と、えー、似たような修正になりますので、えーまあ、一応、マークだけ入れるとすれば回答の連結キャッシュロー計算書のところに配当のところと同じですよ、非支配株主からの払い込みによる収入というね、こういった科目が独立して記載され、またここもブランクになる可能性が高いんだと思ってくださいはい。 うんまあ、ここはちょっと申し訳ないですけれども各自お任せという形にさせてもらいますはい、まあ、万が一時間が余ったらねちょっとまたここに戻って最後に、ね、加えていきますが多分このままだと余らないと思うんでねはいということでですねえ症、ー、欄より下ですね小形欄より下の調整に関しては まあ最後9ページ以降がありますが基本的な話はね一部除いて見ていきましたで9ページ10ページが子会社株式の取得や売却に伴うキャッシュフロー計算書の話になりますでこの9ページ10ページの子会社株式の取得や売却に関するキャッシュについてはですね これ単体で聞かれる可能性も否めないのでここに関してはよりですねもうこれだけで8点の問題っていうね担当であれば想定もしていかなければいけないんだと思ってください9ページとちょっと10ページですねまあこれ単体で出る可能性もありますはい9ページ、10ページ。 ではまず9ページからいきますね、子会社株式の取得や売却で連結の範囲の変更を伴うバージョン、ちょっとこれですね連結の範囲の変更を伴うバージョン、つまり、持ち分法から連結の移行とか、連結から持ち分法の移行とか、そういったときにどういう処理をしていくのかというのが9ページ。それに対して10ページは 連結の範囲の変更を伴わないバージョンで私の講義なんかだと支配継続バージョンってよく言ったりしますけれども60%からプラス10%ですね追加取得して70%になりましたとか80%からマイナス15%売却して65%になりましたえーつまり50%のラインを超えないね追加取得一部売却取引になります。でまあこれはですねもう10ページの下のですね留意点のところ。 表ががありまますがちょょっっとこれ囲っていきましょうか連結の範囲の変更を伴う場合と連結の範囲の変更を伴わない場合でそもそも考え方が違ったんですね。連結の範囲の変更を伴う場合と連結の範囲の変更を伴わない場合で考え方が違いました、まあ、これは 通常のキャッシュフローではなくてね PL や BS を作る話で要は追加取得や一部売却でね支配が継続しているような追加取得一部売却と支配が、ね、失われてしまうような一部売却や新たな支配を獲得する追加取得であの考え方が違ったのと同じなんですよねですか、まあ、一部売却なんかの時にですね支配が継続している一部売却だと差額は資本剰余金でしたか。 連結から持ち分法の意向のようにその一部売却によって支配が失われてしまうような一部売却は差額資本上金で出さなかったんですよね、えー、売却損益の修正って出してきました、まあ、それとね同じ発想なんですよ、ね、はいここもですね連結の範囲の変更を伴うつまり支配が失われるようなもともと子会社だったんだけども売却して持ち分法になりましたといったような 取得や、まあ、取得はその場合はないんだけどもね新たに支配獲得する連結から持ち分法から連結の取得や、えー、連結から持ち分法のへの移行とかのですね、えー、要は50パーのラインをまたぐような取引の場合はそれを損益取引って考えていきました、はい、えそれに対して支配継続バージョンですよね。50のラインをまたがない 追加取得や一部売却は資本取引というふうに考えていきました、はい、だからね追加取得や一部売却差額ね資本条件で出していきましたし連結の範囲を伴う場合は売却損益として出していきましたでキャッシュフロー計算書の表示区分も違うんですよ、えー、連結の範囲の変更を伴わない場合はその追加取得や一部売却のキャッシュは財務活動によるキャッシュフローに区分していきます財務活動 それに対して連結の範囲の変更を伴う売却や取得に関するキャッシュは投資活動に含めていきますのではいちょっとここですねこの違いはまあ理論でも出る可能性はありますしさっきも言った通りそれ単体での出題も考えられますのでこの部分に関してはねしっかりと9ページ10ページは押さえてくださいいつも以上にというかね他の論点以上に力を入れるべきかとは思いますはいまあ論文も含めてそうですね あとちなきょ、まあ、今日説明では特にです、ね、そこについては触れてないんですけれども、取得関連費用はこれはどちらも営業活動です。まあ、ちょっとこれ色を変えていきますかね。取得関連費用はどちらも営業活動、どちらもというのは連結の範囲の変更を伴う場合だっても伴わない場合だっても営業活動になります。はい、まあこの取得関連費用に関しては、えー、まあ説明には特に入れてないですが。 はいまあ、計算理論を含めて、ね、知識としては知っておくべきです。ではこれを踏まえて、ね、9ページから見ていきましょう。連結の範囲の変更を伴うバージョンということで、えーまあ、早速説明6いきます。 B 社はとぼき末に S 社の発行済み株式の60%を10万で取得し連結子会社としているということでもともと何もね株式持っていなくていきなり60%をですね取得して0からね60%取得して子会社化したというパターンで一応、持ち分比率を見ていくとまあ0%から60%ということでここで初めて支配を獲得しますよねと。 でこの時に10万を支出しますので、まあ、科目としては子会社株式の取得による支出っていう形で個別上はマイナス10万のキャッシュアウトが記載されていますが連結上はですね連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出という科目になりますので まあこれはもう回答のところに行きますが特にこれですね連結範囲の変更を伴うというですね科目に変えていきます。子、まあ、会社株式の取得による質って後半部分は同じなんですよね、えー、枕言葉として連結範囲の変更を伴うという言葉がつきます。で、連結の範囲の変更を伴う場合はこれはですね表示区分としては投資活動です。投資活動、ね、投資資活活動動ね 個別上と基本、ここは同じなんですよ。連結の範囲の変更を伴う,場合は、ね、伴う場合は投資活動になりますので、ちょっとここはね活動区分もですね、えー、注意してほしいんで、ちょっとですねま黄、あ、色なんかでマーク入れてきますかね、投資活動、投資活動とです、ね、まあ、ここのポイントっいうのは投資なのか財務なのかっていうところで、えー、連結の範囲の変更を伴うバージョンっていうのは同じ投資活動、要は個別と同じってことですね。 子会社株式の取得による支出と連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出。で、同じ区分に表示していきます。まあ、区分またぎません。この場合はね。はい。で、ただ全額が連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出になるので。まあ、個別上、P 社が計上していた子会社株式の取得による支出、マイナス十万、これ全部カットですね。はい、全部カット。 はい、そして金額なんですけれども連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出、ね、これ連結キャッシュフロー計算書で見ていくとマイナ10万払ってるんだけれどもマイナス7万10万払ってるんだけれどもマイナス7万8000ってなっていてこれ何でかっていうとですかこの連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得売却の場合って。 新しく今回であれば取得なのでその S 社がグループの中に入ってきますで S 社って2万2,000の,、ね、のお金を持っている S 社がグループの中に入ってくるっていうことなのでここは順額で考えていきますつまり S 社を子会社化するためにマイナス10万払ってるんだけれども2万2,000持っている S 社がグループ家族の中に入ってきたんでので グルームベースで見ていくとマイナス10万プラス2万2千なんですよ、ね、マイナス10万プラス2万2千だから結局払ってる金額ってマイナス7万8千でしょっていうその純額が連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出になります一応修正プロセスだとね括弧の2番ここに書いてあるんでね えー、P 社の S 社株式の支出額10万から S 社の保有する現金2万2千を差し引いた純額7万8千を連結範囲の変更ともな子会社株式の取得による支出として計上していくと、はいまあ、ここはね金額も含めてちょっと注意が必要なところなんですよ。で えー、この現金及び現金同等物の期末残高に2万2千部分が入ってくるっていうイメージですね。まあ、ここに関しては期末の現金及び現金同等物の残高って、まあ、一応 S も合算していくんでね、えー、だから2万2万二千を持った S 者をそのまま合算してあげれば期末の現金及び現金同等物は27万2千になりますから、ね。はいということで。 え注意点2つですよね S 社株式を取得するときに支出した金額だけじゃなくて S 社がですねえ持ってるお金の部分を差し引いてグループベースでお金がどれくらい動いたのかということを考えていくと繰り返してありますがマイナス10万プラス2万2000ですね。と2 2いうこととあとはこのマイナス7万8千は連結範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出という科目をもってして投資活動によるキャッシュフローに区分していくと投資活動によるキャッシュフローに区分していきますよっていうこの2点が、えーまあ、注意点になります、はい、でそれに対してめくってください連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出は、はい、どうなるかというとお説明ならいきます P 社は冬期末に連結子会社である S 社の発行済み株式の20%を8万で追加取得したとありますでこれ問題文からこの説明7はもともと S 社は連結子会社だったっていうことが伺えますよね連結子会社である S 社のって書いてありますからもともと子会社だったんだと一応、ね、まく入れていきますかね連結子会社である S 社と、まあ、割合書いてないですけども もともと60%持っていてで今回20%追加取得で八80%になりましたとかねもともと80%持っていて20%追加取得して100%子会社になりましたとかもともとの持ち分分かりませんけれどもとりあえずもともと子会社だったんだと、はい、で8万、ね、支出しましたよとで取得しましたと。 で新たに子会社化したわけではないので連結の範囲の変更を伴う場合のようにマイナス -8 万プラスいいいくらっててう話は出てこないんですよさっきの連結の範囲の変更を伴う場合って新しくお金持った子会社がまあ新しくお金持った会社がグループの中に入ってきたからマイナス10万プラス2万2000っていう計算をしていったんですね。新しくお金持って子会社がグループ化されているわけですね。と今回もともと子会社なんで この子会社が持ってるお金っていうのは別に関係ないんですよ。8万払って追加しておくたらその8万がそのまま子会社株式の取得による支出になります。はい、で、個別上は投資活動で子会社株式の取得による支出マイナス8万が計上されていますが連結上は、はい、ここ注意ですよ。表表示示科科科目目目変わりますかからね表示科目というか、ね、科目区分 変わります投資活動から財務活動に変わりますから、はいですね、こう注意です財務活動に連結範囲の変更を伴わない、ね、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出、ね、形状区分が異なります投資から財務ですよ投資から財務まあさっきった通りこのですね 形状区分が変動すると担当の選択肢は非常に作りやすい。はい、で、子会社株式の取得による支出は、まあ、これはもう計上されませんからね、まあ、これが完全に連結財の変更を伴わない子会社株式の取得による支出ということで、投資から財務に変わっていきます。金額は8万です。金額は8万ですけれども、投資から財務に切り替わっていきますよと。と はいまあ、この9ページと10ページですね連結の範囲の変更を伴う伴わないというところで,です、ね、結論が違ってきますのであと金額なんかも、ね、あの変わってきますので、えー、ここは、まあ、より、ね、注意をしそしてさっきも言った通り、もりこれだけで一つの問題作ろうと思ったら作れるんで。 トータル的なものじゃなくて、営業活動によるキャッシュとかね、投資活動によるキャッシュとかじゃなくて、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得出や、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得出だけで問題作れるんで、8点のね、配点の大きい問題として、ドカンと1個出てきてもおかしくはないんでね、そういうことも想定して、ちょっとここは対策を立ててえいただきたいなと思います。当然、理論でも出る可能性はあると思います。それぐらいに、ここはね、特に大事なところだと思ってくださいはい。ということで、ここまででですね、 小刑欄より下の話っていうのが終わったので目次でいうところのこうですね2番の「営業活動によるキャッシュフロー」の小刑欄よりも下の作成方法を確認っていうところが終わったと思ってください。ここまではね直接法関節法共通です。直接法関節法共通はいじゃあここからはですね処刑欄より上の作成に入っていきます。 で、小計欄より上は、まあ当然これは直接総と間接総が異なるんで、それぞれ見ていきます。はい、まずは直接総からいきます。レジュメは十一ページですね。はい、営業活動によるキャッシュフローの小計欄より上（括弧直接総）で、まあ直接総はですね、ここに関しては。 特別な調整っていうのがいらないので調整項目としてはもうここなんですよ、えー、総裁していきましょうというだけなんですね連結会社間で発生した内部資金取引を総裁消去しましょうで、正直個別キャッシュフローを計算書が与えられているのであれば個別キャッシュの 小欄よよりり上を直接そうで作るる問題が出とも楽だと思います個別キャッシュのね賞金欄より上を直接そうで作る場合って結構感情分析とかして面倒くさかったと思うんですよただまあそれは終わってますよっていうものなのであとはグループの中のお金のやり取りを消していきましょうっていう発想になるだけなんですねはい の営業収入を消していき、子会社の商品の仕入れによる支出を消していきます。まあ、アップストリームだったら逆でね、ね子会社の営業収入を消していき、えー、親会社の商品の仕入れによる支出を消していくってだけなので、これはまあ非常に簡単ですよ。まあ、ちょっと問題を見ていきましょうか。はい、1番、P 社は当期に S 社に対して商品5万5千を、えー、3万は現金により、残りは賭けによって販売しているとで。1における売り金のうち1万7千は当期中に決済されたってあります。で まあここからね実際にどれだけお金のやり取りがあったのかということを読み取ると現金3万円とあとは賭けの決済額1万7000円の合計4万7000円キャッシュのやり取りがまあ,あったんですよね。商品5万5000円のうち現金即時払いで3万円で残りは賭けにしましたという2万5000円のうち1万7000円は決済されてるので合計4万7000円のお金のやり取りがありましたといったらもうこれは。 P の営業収入4万7000円消していって、S の商品,による商品の仕入れによる支出を4万7000円消していけばいいので、書き込み入れるんであればこんな感じですかね、P の営業収入4万7000円引いていきますよ、これ、S との間のやり取りですと、あとは S の商品の仕入れによる支出を4万7000円消していきますよ、これ、親 P とのやり取りですよっていう、ここをですね加減算してあげればいいんで、はい。 まあ言ってみればね今日一番初めに見ていった説明、備品の親子会社間の売買取引と同じような発想で処理することができるかと思います。はい、でちょっと、ね、直接、で配慮していかなければいけないものがですね この次のページの連結外車間振り出しの手形の割引っていうねここはですね調整としては実態に合った科目に変えていきましょうっていう調整になりますまあ基本的にね直接法の承継欄よる上っていうのは 親子会社間でやり取りしたお金を消していきましょうということですからまあ営業収入と商品の仕入れによる支出の相殺というのがまあもうほぼメインなんですよ。それ以外はほとんどないんですけどただ手形の割引に関してはまこれもねちょっと実態個別と連結で実態が違うと考えられるところなのでそれも含めて見ていきます、は。い ただまあこれはキャッシュローを作るっていうね問題じゃなくても普通にね連結財務省を作るっていう問題であってもこの連結会社間振り出しの割引っていうのはまあ理論も含めてね論点になっているところなのでまずこの話は知っていなければいけないんですよ。連結キャッシュローの話じゃなくてねそもそも PL や BS を作るっていう時の話で連結会社間振り出しの割引ってどう処理するのかどう実態を見ていくのかっていうのは知っていなければいけない話ですけれどもまあちょっとね今日はゼロベースでここに関してお話をさせてもらいます。はいですかね では、まあ、一応、ねえー、状況は説明2の状況に合わさせてもらいますので P が手形を割り引いているので S で P で考えていきますね、ちょっと順序は、ね、S 左の P 右でいきます。でまあ、取引はアップストリームが行われているということですね、一応前提としては S が P に対して手形を振り出します。 手形を振り出します。はい。でその手形をですね、P は満期前に銀行に行って割引してるんですね。ちょっと銀行と BK としますね。はい。えー、割引していますよ。と。 でそうするとこの割引に伴って、えー、お金が8000入ってきてますねこれは節例の数値と合わせていますでちなみに割引量手形倍介損は完全に無視してます、はい、でグループの観点から見ると PS 同一子ですからね PS を同一します はい、そしたらです、ね、このまず8000、親会社 P 社は個別上どういう処理しているのかというとこの8000って親会社 P 社は手形の割引による収入だから手形の割引収入って個別上どういう処理したかというと営業収入ですよねこれ個別,個別上は営業収入。 ただ連結上この実態をどう見るかですよねこの PS を同一して P が満期日前に手形を銀行で割引くっていうのを連結上どう見るかっていうとですか割引っていうのはそもそも第三者からもらった手形を満期日前に銀行に行って換金することを割引って呼びます第三者からもらった手形をね第三者からもらった手形を満期日前に銀行に持って行って換金することを割引って呼ぶんですよだから個別で見れば P は 他の S 社っていう、ね、別の会社からもらった手形を満喫前に銀行に持っていて換金するから割引っていう前提が成り立つんですけれどもこの P と S を同一視してしまうと他の誰かさんからもらいましたっていう第三者からもらったっていうです、ね、その前提が崩れてしまうんですよ P と S 同一視ですからねですかだから自分が振り出した手形でお金をもらってるっていうのが連結の実態になるんですねいきなり手形を振り出してお金をもらってるとでこれはですねどう捉えていくのかっていうと これ手形を担保とした借り入れというふうに考えていくことができます、連結上。ちょっとこれもね、この実態の分、連結ではどう考えていくのかというと、連結では手形を担保とした借り入れというふうに考えていきます。担保とした借り入れと。 手形を担保とした借り入れ取引だからね営業収入ではないんですよもはや借り入れですから営業収入ではなくもう当然財務活動によるキャッシュローで連結は短期借り入れによる収入に振り返っていきます。 短期借りり収入と略させてもらいますね。短期借り,り収入と。財務活動ですからね。 でまあ、手形を担保に借り入れるっていうことは長期的な借り入れは基本想定しないので、まあ、通常は短期っていうふうに考えていきます。特別な指示がなければもう短期借り入れっていうふうに決め打ちしてしまって構わないです。 これが科目の振り替ですから、これはねキャッシュに限らず、通常の連結財務諸表ですね、PLBS を作るって取引に関しても、同じような実態で見ていきますから、そこもね含めて見ていくといい復習にはなるでしょう。あとはね、論文なんかだと、理論の一つの題材にもなります。 では短期借り入れによる収入に振り返っていきますよということで見ていくと8000ですね手形を割り引いていて P 個別だと営業収入に入っていますがこれって短期借り入れの収入に変えていくんでこのマイナス8000を要はこっちに変えていくということですね。 まあ,あとは、ね、連結キャッシュを見てもらえればそれでいいかなと思います。ということで、えー、直接応の小刑欄より上っていうのはですね、えーまあ、特殊なものはこの連結会社振り出しの手形の割引ぐらいしかないので、まあ、実は結構簡単なんですよ。さっきも言いましたが個別キャッシュの、ね、直接応の小刑欄よりは結構感情科目を分析して,いて感情を分析していってかなりこう力ずくで、ねえー、解いていく側面が強いんですが。 えーまあ、個別キャッシュの、ね、営業収入であったりだとか商品の仕入れによる支出が問題に与えられているのであれば、まあ、ここまで、ね、そんなに難しくないです。ねはい、ということで直接法の小形欄より上はここまでで間接、えー、法の方に入っていきます。間接法の小形欄より上の部分に関してはちょっとレジュメの2ページに戻って、まあ、点数を取りやすい部分と取りにくい部分がかなり明確なのでそこをまず明らかにです、ね、していきたいと思います。 はいまあ、小計欄より下も含めてちょっとレジュメの2ページにですね載っていますけれどもですかまずこの小計欄より上のですね調整としてなんとかの増減額ってあると思うんですよ。でもう基本ねなんとかの増減額はまあ点数は取りにくいです。取りにくい、はい、だからまあここに関してはまあちょっと論文前提になりますがね 基本的にはあまりこうガツガツ取っていかないようなイメージかなと時間かかりますしミスもしやすいんでねまあ担当でもねこの前の本試験は個別キャッシュの間接法の穴埋めがありましたこれが連結キャッシュの穴埋めになった場合に何、まあ、とかの増減額っていうのはまあ点数は比較的取りにくくなりますでそれに対して、まあ、色を変えていきますか2行目の減価償却費から下から4行目の支払い利息まではこれ 連結 PL の金額をそのまま記載していけばいいのでやることっていうのは連結 PL 作りましょうということと同じなんですよ、はいで。この部分は絶対取っていかなければいけないんですよ。取れるんですよ。連結 PL を作りましょうですからね。連結キャッシュフロー計算書を作るわけなんですけどもイコールこの部分は連結 PL を作るのと同じなんです。だから点数取れるんです。キャッシュのの知識がなくても点数は取れるんですよこの部分って はいまあ、与,え与えられている個別キャッシュフローの金額は個別 PL の金額が計上されているためそれを連結 PL の金額に修正するここはもう点数一番取れるところですからね、はい、であとね一番上この税金等調を狭い当期純利益はこれも基本的に無視ですよこれをねです、ね、解いていたら時間いくらあっても足りませんから連結の利益を出せって言ってるわけですからね PL の。 連結 PL の利益を出せと言っているわけですからまあ連結 PL とかがねドカンとダイレクトに与えられていればいいかもしれませんがまあこれをね連結 PL が与えられていない状況で求めていくのはなかなか厳しいと思いますのでまあ基本的に無視ですね。これは無視です。で、承継欄より下のね利息絡みはここは問題に応じてケースバイケースですね難しいケースもあれば簡単なケースもありますが。 え個別キャッシュフロー計算書の承継欄より下の利息配当の受け取り額や利息の支払い額よりは簡単だと思います調整するだけなんで個別キャッシュだと未払いとかね前払いとかって結構あるとここってかなりごちゃごちゃして面倒くさいっていうか難しかったりするんですけどもえまあ例えばねクーポン利息を消していきましょうというだけであれば簡単にあの求めることができるんでまあ比較的優しいですよ個別よりは、はい、だからまあ一応三角とは一応丸にはしておきますがね、まあ、場合によってはちょっと難しい場合もあると。 まあ取りやすすさですかね、うん、ただ、もうとにもかくにもこの連結キャッシュフロー計算書の、ね、作成問題が出たのであればこここですねこの部分ここの部分は絶対に取っていかなければいけない。もう繰り返しになりますがここって別にキャッシュと関係ないですからね PL 作りましょうってう話ですからこの部分は絶対に取れるんですよ、まあ、連結 PL が作成できれば。今まででのの既存の知識で 連結キャッシュが嫌だ嫌だって言ってですね逃げている方もここは別に連結キャッシュ関係ないから取れるんですよ。だからまあ基本的にはねまず一番馴染みのあるところから攻めていくというか学習の順序としてもねゼロベースのものを全部ね え何も強弱なしに埋めていきましょうって勉強していくのはなかなか辛いんでまあゼロベースで連結キャッシュロー計算書を作るとしてもま,あまずはね分かるところはここ連結ピールと同じじゃんっていうノリでね埋めていけば空欄の数が少なくなるんでまあ増減額3つぐらい空欄になってるけども空欄の数が少なくなればまあそこもちょっとやってやろうって気になると思うんでねはいまあ調整としてそんなに増減額はやっぱ多くないですから調整の項目数としてはね 絶対にこの連結ピールと同じ金額を記載していくという部分の方が調整項目が絶対多いので初、はいね、めからちょっと、ね、強弱なしにやっていくとつらいですけども、ねまあ、ここは簡単ですよということでここから埋めていけば残り少ないので、ね、少なくなったらやる気も出てくると思います。と、はいえー、いうことで,です、ね、ここからはもうちょっと残り時間少ないですけれどもこの関節をの小経欄より上の部分について少しアプローチをかけていきたいと思いますのでレジュメはです、ね、13ページ。 はい、13ページいきますで資金貸借取引で4ページ、5ページのですね、まあ、続きみたいなものですかね4ページ、5ページのところでも13ページ参照みたいなね、えー、記述があったと思いますけれども親子会社間でお金のやり取りがありましたと、ね、で利息を年6%です、ねえー、やり取りしていますよって言ったときにですかここからは。 この営業活動によるキャッシュフローの処刑欄より上の間接法ですからねですかこの間接法の処刑欄より上ってもうキャッシュ関係ないですからほぼだから PL の金額そして BS の金額っていうものがベースになってきますので,ですか親子会社間で利息のやり取りが6000円あったわけですけれどももう処刑欄より上はキャッシュのことを考えちゃダメですからね 小ラインより下はキャッシュのことしか考えちゃだめですが逆に、ラインより上は損益でいきますからね、間接はキャッシュじゃないですよ、損益です。だから通常の連結修正、はい、ですから、6000の利息のやり取りがある場合って連結修正仕分けで、ね、すごい簡単ですがちょっと書くと、えー、借り方、えー、受け取り利息、ね、6000で。 貸し方支払い利息6000円というのはこれを要は反映させてあげればいいわけですよ。個別、PL、の金額に、ね、で個別キャッシュフロー計算書の小計欄により上ってこの,この部分これって個別 PL の金額ですからね。 個別キャッシュフロー計算書の承継欄にやってこれ個別 PL の金額ですだから資料に個別 PL が与えられているんですよまあ一応個別キャッシュっていう名目ではありますけれども与えられている資料の中身は PL なんですよ見せ方与えられ方が違うだけでね こ,こ PL なんですよ個別キャッシュフロー計算書を、ね、作るときに皆さん PL の金額そのまま引っ張ってきたりしますからね、はい、だから個別 PL の金額をベースに連結修正仕益を加味すれば連結 PL の値出てきますよね、はい。っていう挑戦をしていくんだっていうことなんですよ。 ポイントとしてねその考え方の切り口としてはとにかくその個別キャッシュに与えられている関節法の小形欄より上は基本その個別 PL の金額が与えられているんでだからもうその PL を作るっていう問題に変換してあげるとまあそのキャッシュを計算し嫌だなっていう気持ちがまあ少しはね和らぐと思うんですよですか関節法の小形欄よりも3分の2は PL の数値ですからね3分の2は大体ねはいだから 連結キャッシュロー計算書の承継欄にある上の支払い利息や受け取り利息受け取り配当金に関してはの連結ピールの金額と同じですからねか、はいまあ、一応しつこいですけれどもこれ、書いていきますね。これ連結ピールの金額とと同じと 先月 PL の金額と同じですよまあこれがね分かれば結構楽なんですよ気持ち的にはいなのでまあ次のねページに関しても固定資産の売買取引がありますが はいまあ、ここに関しても、ね、ちょっと時間の都合上細かく見ていけないですけれども、減価償却費と固定資産売却益は、これ、あの連結 PL の金額がそのまま連結キャッシュフロー計算書の金額になりますからね、ここまあ、ちょっと同じですけども、そこだけメモ入れていきますか、ここは連結 PL の金額と。 連結フィールの金額とはいで税金等調さまとオーいじゃねえかも基本的に気にしなくてもいいかなと思いますはいあのまあ逆にね連結キャッシュがめちゃくちゃ好きで好きでっていう方であればまあ求めていってもいいと思うんですけれどもはい まあ、ただね、求めに行っても、時間余分にかかりますんで、本当にね、試験時間が余ってっていうことであればいいと思うんですけども。そうじゃない限りは、まあ、あまりこの税金と調査前登記準例は気にしなくてもいいのかなと思います。ね、まあ、かつね、今日の講義受講されている方って、苦手論点克服っていうタイトルから、一応、まあ、苦手だっていうね。え、方を前提にしてるんで、まあ、苦手である方はもう本当に無視ですね、ここは。はい。はい ということで、まあ、あとは、ね、もうこの修正プロセスのところにやるべきこと全部書いてありますので、まあ、一応連結修正仕分けなんかも、ね、修正が多い場合は切っちゃっていいのかなと思いますので、はいまあ、これを参考にしてもらえればと思います。で、次のページいきます。もう一つの山っていうのが、やっぱりなんとかの増減なんですよ。まあ、点数は、ね、やっぱ取りづらいですよ、ね。連結 PL の金額をそのまま移せばいいわけではないので、えーまあ、点数は取りづらいんですけれども、ただ逆に言うと連結 BS の金額が分かれば、 売上債権の増減とかも連結 BS の金額の増減がそれはまあ売上債権の増減になります,ですか。だから連結 BS の売上債権とか棚卸ろしとか仕入れ債務の金額が分かれば逆に解けちゃうんですよ、はい。特にこの修正の2番っていうところですね。まあ、これはさっきまでと、ね、色を同じにするとややこしいんで。 はい、連結 BS の金額に基づいて営業資産営業負債の増減を調整していくとかだから親子会社間で商品のやり取りがありましたとで、まあ、原則の場合って与えられる資料が個別キャッシュフローの計算書ですから この個別キャッシュフロー計算書の売上債権の増加とか棚卸しさの増加とか仕入れ債務の増加ってこれ個別 BS の当期末と前期末の値の増減取ってるんですよ。ですねだから、これってのは個別 BS の増減額っていう風に考えていきます。個別、BS、の増減額 個別, BS の増減額個別 BS の増減額が資料に与えられてるんですね。でも、連結キャッシュフロー計算書っていうのはちょっと回答いきますかね、連結 BS の増減額じゃなければいけないんですねこ。こ,これは連結 BS の増減額 連結 BS と増減があるだからまあ先ほどのね、PL、連結 PL の値だけをねただ求めればいいっていうものよりもまあワンクッションもね難しいんですけれども連結 BS の売上債権棚卸資産仕入れ債務の前期末と期末を求めてえその増減を取ってあげれば 連結キャッシュフロー計算書上の売上債権の増減とか棚卸さんの増減とか仕入れ債の増減とのが出てくるんですよですか、はい。で、これに関してはね、ちょっと時間がないですが、かなり修正プロセスは詳しくここ書いたつもりなので、ですかまあ、本当に初めに苦手な方は、まずは通常の連結修正仕訳を切ってみてください、16の下、ですか通常の連結修正仕訳。 売上と支令の総裁消去、未実現利益の消去、えー、そして改革金、売り上金の再、ね、建債,債務の消去ありますので、通常の連結修正仕上げを、えー、書いていきで、個別 BS の金額をベースに、まあ、イメージ、と連結 BS を作るんだというイメージを持ってください。はい、連結 BS ができれば、その増減を取っていくだけですから、ね、まあ、商品なんかであれば、ね、未実現利益の消去のところで、6000の商品が減りますから。 個別に比べて連結の方が商品が6000減るわけですよね。っていうことは、棚卸の,の増加として5万増加していますけれども、連結の方が6000商品が減るってことは、この棚卸の,の増加として6000の増加を取り消してあげればいいわけですよ。まあ、ちょっと一つだけね例を取ると、こうですね。もう商品が6000減るってことは、6000の増加を取り消すわけですよ。 一応、はい、でキャッシュフロー計算上ね、何とかの増加額っていうのが資産だった場合って、増えた場合にマイナス調整が入りますからね、だからそのマイナス調整は増加を示すんで、それを6000減らすってことで、まあ、一応、プラス6000みたいなイメージで調整してあげれば、プラマイナスの4万4000っていうのが出てきます。改革金、売り掛けも同じようにやっていただければというところではい。 なんとかの増加額、個別 BS ベースじゃなくて連結 BS ベースで考えていくんだということですね。はい、あとは符号、をちょっと注意ですよね。まあ、今も言ったばかりですけれども、えー、キャッシュロー計算書の、ね、なんとかの増加っていうのは資産項目だったら増加した場合マイナス調整していきますからね負債項目の場合は増加した場合もプラス調整ですけれども資産項目であれば増加したらマイナス調整。 減少したらプラス調整なのでそのままちょっと符号の関係は注意ですよ符号の関係は注意増えたときにマイナス調整するからじゃあそれを減らすためにはプラス調整だなっていうところを、まあ、特に初めね慣れてない方はもう一個一個ゆっくりでいいので考えていくと、はい、でだんだん慣れてきたらねパパッと、まあ、ある程度は反射的にいけますが、まあ、私もですねこれは符号はね実際解くときは結構慎重に今でも解きますから え増えたときにマイナス5万だから減ったらマイラプラス6000だなみたいな形で頭の中でひとしきり考えてから、あのー、特に講義の中では、ねえー、慎重に解説はしています。はい、であとは、ね、もう詳しい調整はすべてこの17ページの,上の修正プロセスに、まあ、これはかなり詳しく書いているので、まあ、これを追ってもらえればです、ねあのーまあ、キャッシュロー計算書の数値は出るのかなというところです、まあ、いずれにしてもこの税金等調査の登記架空順には無視しちゃって構わないので、えーまあ、売上げの増減、棚なの増減、仕入れ差の増減 まあ、難しいものは、ね、埋没になる可能性が高いですから、まあ、基本的に優しめなもので点数が取れるぐらいの、ね、イメージを持ってもらえればいいいかなと思います、はいまあ、繰り返しになりますがやっぱりその関節法が出題されて、小形欄より上のところで,です、ねえー、点数を拾っていく部分はもうこの PL を移すだけのこの部分で,す、ねこの部分でまあ、仮に論文とかであれば、ね、複数項目点数は拾えるはずですから。 はいまあ、この、ね、今2ページの上にある青のです、ね、部分で、まあ、3箇所ぐらい配点入ると思いますよ。私がこれ問題作った人間であれば、えーとまあのれん消却と、ね、持ち分法による投資利益はまず聞きますね配点として。であとまあもう1箇所ぐらい普通に PL の、ね、金額連結 PL の金額を まあ問うものとしてまあ何でもいいんだけども小手資産売却費とかねを聞いてまあここだけで3箇所は配点入れるかなと思いますまあ自分がちょっと出題者だったらねはいまあのれん焼却額持ち分法による投資利益っていうのはまあ連結特有の項目でねまあひょっとしたらここがブランクになるっていうこともありますねのれん焼却額とかねえ持ち分法による投資利益とかまあ空欄になって配点っていうパターンもある かなと思います結構ね、のれん焼却額は空欄率高いですね。空欄率高い。あと、ここには書いてないですけれども、連結特有の PL 項目としてあの、段階取得にかかる歳費とかがあ,るありますから、段階取得にかかる歳費とかが空欄になっているっていうパターンもね、ちょっと応用度の高い問題だとはありえます、はい。なんで、なんとかの増減っていうところを考えるとね、なかなか点数が。 伸びないというか、まあ、やるのも嫌になっちゃうんで、まあ、とりあえず連結 PL を作るっていうところを、ね、中心に見てもらえると非常に取り組みやすくはなるかと思います。はい、でちょっと過ぎちゃってるんですが最後ですね「勘弁法」について触れていきます。で一応ねレジュメの18ページ19ページは今の話でね、あのー 持ち分法とかのれんの焼却とかねそういう連結特有の PL 項目が出てくるものをですね列挙しているのでまあここは結構点数が取りやすいところですから18ページ、19ページですねはいだからまあここに関してねまあのれんの消却額,額とか持ち分法による投資利益を落とさないようにしてくださいねで最後ですねえもう20ページ、21ページで勘弁法によるキャッシュフロー計算書勘弁法は 今日一番初めに、ね、連結キャッシュフロー計算書の作成についてお話したとおり連結 PL と連結 BS に基づいて連結キャッシュを作りましょうという方法なんですよ。で、さっきね、まあ、今、原則法で連結 PL の金額、連結 BS の金額をベースに、小形団よりを作っていくんだということをやりましたが間接法ごめんなさい簡便法の場合ってもう連結 PL とか連結 BS が問題に与えられてるんですよ。だから今日移すだけなんです。移すだけ さっき話した通り個別キャッシュが作成できれば連結キャッシュも作成できるということで,ですかちょっと見てください簡弁法によるキャッシュフロー計算書の資料こんな感じなんですよ連結 PL と連結 BS が与えられてるんですね、はい、じゃあ連結キャッシュどう作るかというと右側もう基本映すだけ でえー、増減はもう連結 BS の増減そのまま取っていけばいいんですよね売上債権、棚卸資産仕入れ債務って連結の値にそもそもなってますからねここ連結の値になってるんでその増減を取っていくだけなんですよ今見てきた原則法だとね一旦連結 BS の値に直してから増減取るっていうプロセスを得なければいけないんだけれども,もうその連結 BS 自体が与えられてるんでめちゃくちゃ簡単なんですねはい。 だからもう繰り返しになりますが個別キャッシュができれば連結キャッシュもできるとただそれは証券欄より上の話ですよ証券欄より下は同じです原則ももよより下はね小欄よりね上の話で連結 PL や連結 BS が与えられていれば関連ポレールとけばかなりです、ね、容易に、えー、解くことができるので、まあ、言ってみればもうこれは個別キャッシュフロー計算書の作成問題だと思っても構わないです。 与えられる資料が連結ピール連結ベースになってるだけですから、はいえーまあ、出たらラッキーというか、まあ、個別キャッシュの問題だなって思って解けばいいんですよ。はい、で、省計欄より下はあのもう原則法だろうか簡便法だろうか同じというふうに考えちゃってください、はいえー。ということでちょっと最後は駆け足になってしまいましたが一応このね、今日の講義のテーマとして 初めは、ね、さらっと流しましたが何を、ね、しているのかということを、まあ、逐一確認しながらやってもらえると復習の効率は上がると思いますので、まあ、一応、ページだけ、ね、最後に書いていきたいと思いますので、えーまあ、作成方法の確認はいいとして1ページ営業活動によるキャッシュフローの小刑欄よりも下の作成方法がページでいうと3ページから10ページですかね。ここはね P3 P10 から P で小径欄より上の直接法がちょっと見ながらですみませんが P1112 ですね。P1112 で,で小径欄より上の間接法が、えー、これが13から19ですね。P13 から P19 と。 で最後、簡弁法が21、22かな。そうですね、えー、21、22と。あ、20、21が失礼しました。20、21です、失礼しましたね、20、21と。はいまあ、一般的なテキストは、ですね、まあ、レックも含めてですけれども、各論点ごとにね、処理が列挙されてると思うんですけども、まあ、このレジュメは各論点ごとではなくて、 どこの項目を求めるのかっていうですね作成方法ごとにちょっと並び替えているんでまあ今だでとはちょっとね違った順序で学習できると思いますからまあぜひねこう今まで普段使っているテキストとこ合わせて見てもらえるといいと思いますまあねどの部分が点数取りやすいか取りにくいかっていうところも含めてねまあ今一度確認をしていただければまあ特にねまあ論文だとすごくまあその部分は生きるかと思いますまあ担当でもですね まあなんとかの増減というところが中心に聞かれていなければまあ投資財務なんかであればですねある程度点数は拾っていけると思いますのではいなんとかねちょっと連結キャッシュだからということでお手上げだって諦めてしまうんではなくて解けそうなものであればねぜひ果敢にあのおトライしてもらうとただ、特に担当だと無理する必要はないですからねせっかく連結キャッシュちょっと勉強したからちょっと難しそうだけども頑張ってみようみたいなことをやる必要はないのでまあ無理そうだったら潔くね。もう 次のの問題に移っていくっていうのがやっぱ担当ではすすごく大事になってきますからね、はい。今までねいっぱい勉強した分野っていうのは試験に出たらやりたくなるんですけれども、えー、そのね自分の気持ちを押し殺して客観視してできる問題とできない問題を冷静に見極めることがやっぱ大事ですから今まで自分が頑張ったものはやりたいのは分かるんだけどもあのできないと思ったらもう潔く次に行くべきですこれは。 はい、これが点数を取るための、ね、ポイントになりますので、ね、今までのプロセスではなくて結果というところに、ねあのー、本試験の当日は、えー、着目して意識して取り組んでもらえればと思います。はい、ということで,です、ねまあ、ちょっと、ね、時間が短かったので全論点触れられないんですけれども、まあこれで、ね、ちょっと連結キャッシュ、まあ、そして個別キャッシュも含めて、ねえー、キャッシュフル計ー算ーちょっとやってみようかなというきっかけになってもらえれば、ね、いいかなと思います。 はい、えー、それではですねまあちょっとお時間が短い、えー、ながらもですねお付き合いいただいてありがとうございました、えー、苦手論点克服講座財務会計論連結キャッシュフロー編はですねこれを持って以上とさせていただきますお疲れ様でしたはい、えー、それでは苦手論点克服講座管理会計論の方を始めていきたいなと思います、えー、担当アレックスエニーコーシー二宮ですよろしくお願いします えーまあ、こちら苦手論点克服講座ということで、まあ、管理会計についてはまあ標準原価計算を取り扱っていくことになりますでまあ、あのー、標準原価計算もご存知かとは思いますが基本的に担当や論文においては品質分野ということになりまして、まあ、皆さんが受ける次の、まあ、12月あるいは来年の論文式試験ですねあのこちらにおいても出る可能性が非常にまあ高い分野ということになりますから、まあ、しっかり対策を取っていただいて損はないのかなと思います また標準原価計算っていうのはそういった原価計算の考え方っていうのが詰まっている分野でもありますので、まあ、ここをしっかりと学習することによって、まあ、原価計算の理論的な理解っていうのを深めることにもつながっていきますので他の分野にも、ねまあ、いい相乗効果が生まれるのかなと思いますからあのしっかりと、ね、時間をかけた対策っていうのをまあ講じていただければなとは思います。で今日は、ね、あのこのの時間の中であの完全にゼロからねあの レクチャーしていくというのは時間の関係で難しいので、まあ、特にまあ受験生の皆さんがまあ知識的に曖昧なところとか、まあ、理解が弱いところですね、まあ、そこをまあ中心に見ていこうかなというふうに思いますで。こちらのレジュメですね、お手元にご用意いただきまして、まあ、ちょっとめくっていただきますと1ページ目にまあ過去の取材実績をまあ簡単にまとめています。ここはまあまあ見ておいいいもらえればいいんですが まあ担当や論文においても基本的に出ているというところがう、ね、か、まあ、伺えますので、まあ、軽く確認していただくぐらいでいいかと思います。でまあ、2ページ目から具体的な論点に入っていくことになるわけですけれども、まあ、あまり時間もありませんのでもう中身に入っていこうかなという,ふうに思いますが、まあ、標準原価計算ではとりあえず、ね、まず製品1個当たりの標準原価、まあ、原価標準を設定するというところから通常始まりますので まあその原価標準の設定方法について、ねまあ、パターン化してこちらにまとめています。まあ、この表の中、ね、一番上に、まあ、子孫というのが発生しない場合の標準原価カードというのが示されていてで次にまあこの視点で10%子孫が出る場合とか、まあ、終点で10%出る場合あるいはまあ50%地点で10%発生する場合とかですね、まあ、こういういいろんなケースにおいて ま、標準原価カードっていうのをどうやって作っていけばいいのか、まあ、出来上がったものっていうのをこちらに掲載しています。まあ、この辺はね。基本的にあのまどこの予備校のテキストにおいてもね。まあこのパターン化されて、標準原価カードの作り方っていうのがまとめられているのかなと思いますんで、あのここはもうあの現時点でね。できているっていうことを前提にして、ちょっと追加で見ておきたいのが、これ、令和1年の論文の試験で出たものになりますけども。 原存が安定発生する、あまあ、この令和1年の試験についてはね、子損だったんですけど、子損が安定発生すると、ちょっとこちらね、見ておきたいと思うんですけど、まあ、若干マニアックなんですけどね、まあ、この工程の視点で5キロの原材料を投入し、これを加工することで4キロの製品が完成すると、視点から終点にかけて子損が安定発生しており、 試点投入量の20%が標準的に試算となりますということで、まあ、この 5kg 投入して完成品になるのが 4kg なわけですから、まあ、この子孫率っていうのは20%ということになります。また支点投入量 5kg を終点まで加工するのに9時間の作業時間を要すると。でこの時ね標準原価カードっていうのはいわゆる第一歩、まあ、この標準消費量とか標準作業時間の中に 子孫の余裕分を含ませて作るタイプだと、まあ、どのように標準原価カードが出来上がるのかっていうと1キロ2 0 0 0円の材料5キロ1時間あたり1000円の、まあ、こういった加工費の配布率に9時間の作業時間っていうのを乗じて、まあ、19000円っていうのが、まあ、これが完成品4キロですね完成品4キロの標準原価ってことになります完成品4キロ分の標準原価です、まあ、1キロだったらこれ割り4してあげれば終わりなんでね 完成品 4kg の標準原価はこういったふうに計算することができますよと。まあ、これは別に問題ないかなと思うんですけど本試験で問われたのはこの第2法子孫慈悲っていうところを標準原価カードにおいて明示するタイプの、ねまあ、この原価カードの作成っていうところが問われていて、まあ、これがちょっとねあの与えられた条件で作っていくのが割と難しいのかなというふうに思うんですけどまずこの第2法においては 理想子孫っていうのが全く出ない場合の標準原価がいくらなのかっていうのを示す必要性があって、まあ、完成品4キロを作るのに子孫っていうのが一切出なければ原材料四キロを投入する必要性があると考えられますからとりあえず直接材料についてはこの1キロ2 0 0 0円× 4キロで8000円ってことになります。で次に加工に要する時間なんですけど。 もともとこの支点で投入された5キロを終点まで加工していくにあたって、ね、9時間の作業時間がかかるとで途中において支、ね、損,損が発生するという状況なわけですけど、まあ、この支っというのが安定発生しているのでちょっと分かりづらいんですけど初めにこの5キロ原材料を投入して、まあ、これが徐々に徐々に目減りしていくわけですよね加工作業を通じて。 で工程の終点に至ればこれが4キロになっているとまあ減損の安定発生でこういう下書きを書くことが多いかと思いますけど初めに5キロを投入してこのうちの4キロまあこれが製品を構成して1キロが減損という形で目減りしていくと。 この減損1キロっていうのは終点まで至れば加工の対象物シっ子孫か子孫1キロっていうのは終点まで至れば加工の対象物は0キロになっていますんでねじめ1キロあったものが、まあ、終点に至る頃には0キロになっているわけですから、まあ、この1と0の間の0 5 k ロに対して始点から終点まで加工作業を施したと考えることができるんで。 まあこの三角形の面積計算すると考えてもらっても OK ですけど、まあ、0 5キロっていうのが、まあ、この子孫1キロの加工換算量ってことになります加工換算量完成品0 5キロ相当の加工作業を施すことになるとで完成品4キロに対しては当然加工換算量も4キロってことになりますんでこのトータル4 5キロ分の加工作業を施すのに 9時間の作業時間が要求されるという話なんで9時間割ることの 4. 5, 4 5キロで1キロあたりは2時間というふうに計算することができますね。これを求めるのがちょっと難しいんですよね。幻想の安定発生が分かっていないとね対応することができない問題ということになりますから。 まあ、ぜひね、今回のこの機会でマスターしてもらえればと思うんですけど、まあ、ちなみに、まあ、余談ではありますけど、まあ、直近の論文の試験ね、まあ、受けられた方もいらっしゃるかとは思うんですけどもあの、直近の論文の試験において減損、まあの安定発生に関する問題が、まあ、総合問題 ○○1 問という形で、まあ、第1問の問題1で出題されていましたので、まあ、もはやね、この安定発生という話についてはもうマイナー論点とも言えなくなってきているんでね、もう対策は必須になってくるのかなと思います。はい でまあ、とりあえず1キロ当たりの標準的な作業時間が2時間というふうに定まったら今求めたいのは完成品4キロの標準的な作業時間なんで2時間× 4キロで8時間っていうのが、まあ、子孫が出ない場合の完成品4キロを加工するのに要する時間として求まりますと。まあ、これで1万6,000円っていうのが完成品4キロの理想標準原価として定まりまして。 これと1万9 0 0 0ロとの差をとって3000円というのが完成品4キロに負担させる子孫時費だというふうに計算してもらっても結構ですしあるいはこの3000についてはピンポイントでこう求めても OK ですねまあこれは結局子孫1キロの金額を完成品4キロに負担させているわけですから子孫1キロっていうのは原材料1キロが投入されていることになりますんで2000円× 1キロプラス 加工費については1時間あたり1000円かけることの 1kg×50% と考えてまあ0 5キロっというふうに書いた方がいいですかね。まあキロとまあ、さっき求めた0 5キロの方がいいですかね。まあ、この原損1キロの加工換算量は0 5キロ 0.5だとこれ2000掛け算しないといけないですねすいませんこっちの方がいいですね。ごめんなさい。えっと、時間なんで1000円が時間あたりなんでねすみません。これじゃよくないですね。まあ、普通にこれは1時間掛け算数で OK ですね。1時間掛け算すると。もともと1000円っていうのが1時間あたりの配布率なんで。 まあ0 5 k、OK ね、ける1キロあたり2時間っていうのを掛け算する、まあ、これでも OK ですと。原、まあ、損1キロに対して完成品0 5キロ分の加工作業を施していて完成品1キロを加工するのに2時間要するわけですから原、まあ、損1キロに対しては1時間の加工作業を施していることになりますと。 1000、まあ、円かける1時間で、試、ま、算、あ、1キロの加工費っていうのを求めることができると、まあ、ここの3000円、ね、結構間違いやすいところかなと思いますので、気をつけてください。まあ、若干細かいところから、ねまあ、入っていた形になりますけれども、まあ、こういう安定発生を前提とした、ね、標準原価カードの作成が問われた実績があるので、まあ、ぜひ、ね、ちょっと対策を取ってもらえればと思います。で次にこちら 3ページ目においてね、まあ、担当式試験でよくこういうケースの問題が出ているわけですけれども、まあ、この異常子孫が出る場合の計算ということで、まあ、皆さんもどこかでね、こういう計算問題っていうのは見たことがあるのかなというふうに思うんですけども、まあ、この異常子孫の数を計算するっていう問題ですね、まあ、この説明は異常子孫の数を計算するための説明となります。で今ね、ちょっと2パターン計算をね示してるんですけど、まず資料1番に。 まあこの「正常損率」は検査店を通過した良品に対して10%であると、まあ、この良品に対して10%が正常な損率で今生産データが月初仕掛か,かり品の加工進捗度がハテナになっているとハテナで今から示すね計算っていうのは月初の加工進捗度が20%の時と月初の加工進捗度が80%の時とで分けてね 異常子孫時品の数のの数計算というのを整理しています。まあ本文ではね子孫の発生点が加工進捗度50%時点になっているので月、まあ月初か,かり品の進捗度が20%からスタートするということは当月においてこの子孫の発生点を月初仕掛か,かり完成品が通過するという状況にありますと。一方の 月初か,かり品の進捗度が80%だともうすでに子孫の発生点というのは前月段階で通過済みであるということになります、まあ、この数直線上にこの生産データをまとめるとこうなりますね、まあ、この括弧一1番の月初の進捗度の20%の場合この20%からスタートして当月この50%時点を通過することになると、まあ、そして当月着手完成品と含めて完成品は1520個になりますよと で月末仕掛か,かり品の加工進捗度は60%で、これも50%時点を通過しているので、この50%時点を通過した両品の数は何個かというと、この完成品1520個のすべてと月末700個の合計2220個ということになります。ここに正常な子孫率10%を乗じれば、正常子孫の数が222個と求まり、 実際に生じた子孫自二280個から225個を引いた58個っていうのが異常子孫の数というふうに求まりますね。まあ、これで括弧二2番は月初は80%からスタートするんで一目瞭然で当月に50%時点を月初しかかり完成品は通過しませんので当月において子孫の発生点を通過しないということで正常子孫の数の計算からは除外することになります。 月初仕掛か,かり完成品は500個あるわけですけれども、まあ、これを完成品から取り除いた1020個という当月着手完成品と月末仕掛か,かり品700個の合計1720個が50%時点を通過した良品の数ということになりますので、ここに10%の子孫率を乗じてあげて、172個っていうのが正常子孫、280個から172個を引いた108個が異常子孫次品の数ということになりますよと。はい まあこの2パターンを、ね、よくく整理をしてくださいで結構ねこれ間違いとして起こりやすいのがあの異常子孫次品の数とか正常子孫の数っていうのは、まあ、ちゃんとこういったね、まあ、状況整理を行えていてあの月書が通過するかどうかによってね完成品から月書を引くかどうかっていうね違いが生じるっていうのは分かってる受験生は多いんですけどもこれ時々その標準原価計算の問題でね 月書仕掛かり品の標準原価を計算しなさいとかっていう問題が出てくることもあると、まあ、見たことあるかと思いますけど、まあ、その仕掛かり品勘定の穴埋めっていうのが問われるケースが担当の試験でもよく出てくるとでその状況においてね割とこの月書仕掛かり品の標準原価を間違えやすいんですね特にこっちの弧ッ番。に、ま、はあ、月書の加工進捗度が80%時点からスタートする場合ですねこのの場合あの よく考えれば当たり前なんですけど、まあ、月初の原価に、まあ、子孫慈悲を含める必要性があると、まあ、月初の標準原価を計算しなさいと言われたら その金額をを計計算する際に、含ませて計算やらななけければいいいというね。ここが結構ねあの慌ててると間違いが起こりやすいところになりましてというのもこの今の計算からわかるとおりね月初仕掛か,かり完成品っていうのは当月正常子孫の発生原因になっていないということで この正常損本事品の数の計算においてね月書仕掛かり品は除外したんでねそこの話をね引っ張ってしまって月書仕掛かり品原価を計算するときに資損事費を含めないっていうそういう間違いが割と多いわけですよ。あくまでも月書仕掛かり完成品は当月50%時点を通過していないだけであってこれ前月には通過済みなわけですから子孫の発生原因にしっかりとなってるわけですよ。 だから月初仕掛か,かり品の原価を計算するときには子孫慈費を含ませないとそれはおかしいってことになるんです当月に通過していないっていう話とねその前月には通過済みって話をしっかりと分けて考えなければいけませんからね、まあ、当月には通過していないけれども前月には通過しているんでね子孫慈費っていうのをこの原価の中に含ませて計算しなければいけないとここは本当に気をつけてもらいたいところではありますはい 割と間違える方が本当に多いところなんでね、まあ、そういう面談に問題に直面したときにちょっと今の話を思い出してくださいで次のページ今度4ページ今度はちょっと資料の与えられ方が違うところがね一部あるんですけれども、まあ、今回はこの冒頭ですね正常子孫率は 投入量に対して10%という正常な子孫率っていうのが示されている場合でまあ生産データがこのような形で凍結投入2100個実際,の生じた実際に生じた子孫が300個で完成品が1800個でこの投入量に対して10%なんで2100個に10%を乗じた 二百十個が正常な子孫時品の数かなっていうふうに、まあ思いきや。標準原価計算では、そういった計算やらないと。これ投入量に対して十パーセントってことは、まあ十個投入して。九個が良品になって。一個が子孫時品になるという、こういう状況ですよね。 まあ、ということはこの9分の1っていうのが良品に対する正常な子孫の割合ということになりますね九分の1。一個前の説明においてはね、まあ、こういう良品ベースで子孫率っていうのが示されていて、まあ、今回はこの投入量ベースで示されているわけですけど。 この投入量ベなんです、ね、なんでかっていうと標準原価計算っていうのはあくまでもそのこれだけ製品を作りましたよとこれだけ仕掛か,かり品を作りましたよとそれに対して標準的なインプットがどれだけなのかっていうのを捉えるのが標準原価計算なんで良品ベースでね標準的なインプットっていうのを捉え直す必要性がありますから。 まこの10個投入して1個が子孫になって10%っていうね、ここの数値をそのまま使うっていう計算は標準原価計算の考え方に反するんですね。あくまでもこの9個良品作る中で1個子孫が生じますよと。こういう捉え直しをしてあげて、完成品1800個に9分の1を掛け算した200個というのが正常子孫の数ということになります。ここがとにかくこの問題のポイントということになりますね。 ここは200個ですよと。またこういう計算をしないとね不合理な計算を行ってしまう可能性もあるんですよ。まあ、どういうことかっていうとこの当月投入2100個に10%を掛け算するっていうことは例えば完成品が1800個のままで実際に生じた子孫が400個とか500個とか600個っていうふうにどんどん増えていくと。 当月投入の数量も増えていくわけですよねでその増えた当月投入の数量に10%を掛け算していけば正常子孫の数がどんどんんん膨らででいくわけですよ完成品の数が変わらないのにその正常損の数だけ膨らんでいくっていう不合理な計算を招くんですね。あくまでも正常子孫っていうのはそういった良品を作る過程で生じるものなんでね良品の数が変わらない限りは正常損の数が変わらないっていうそういう計算をしていきたいわけですよ。 でも、当月投入に10%掛け算する計算だと、良品の数変わらなくても、子孫次品の数が増えることによって、正常損の数が増えるっていう計算をすることになりますんで、まあ、それはおかしいだろうと考えていくんです。標準原価計算では、あくまでもこういうね、9分の1っていう捉え直した計算をやってあげなければいけませんと、そこを押さえてください。であと、これは参考ですけど、実際原価計算だとこの限りではないんですよ。 実際原価計算においては普通にこの2100個に10%を掛け算して、まあ、210個が正常子孫とかっていうふうに計算することになりますんでねただまあこの辺りは問題文の指示が出てくるかと思いますんでね実際原価計算でこういった正常な子孫の数を自分で求めさせるような問題っていうのはほぼ出てこないですから仮に出てきてもね何らかの指示が出てくるかと思いますはいだからまあここはもう参考扱いで OK ですはい、まあ、以上がねこういった 正常子孫及び異常子子孫孫び異のの数の計算とということになりますで次のところ5ページのところ、まあ、これが、ね、かなり実践的な説明になっているんですけれどももうこれから先皆さんはこういう計算問題、ね、あのどこかで、ね、目にする機会が必ず訪れるかと思うんですけれどももう総合的な問題になっていて標準原価カードの作成方法と原価債分析というワ、ね、ンセットになった問題ということになります。 でまあ、とりあえず、製品1個当たりの標準原価として子孫慈費を含まないものがこちら、まあ、標準原価カードとして示されていますよと製品1個当たり3万5千円ですよとでこの直接労務費に関しては1時間あたり1200円 ×5 時間で6000円と示されていますけどこれには内訳があって熟練工の作業が2時間見習い工の作業が3時間でそれぞれ陳律というのが1500円と1000円と設定されていますよと。 まあこういう直接労務費に関してはね熟練工と見習い工による作業が行われてそれぞれ発生していくとで、まあ、製造間接費はお化けなんでねもう別に後で見ておいてもらえればと思うんですけど次の資料2番で当月生産データにおいてね月初が500個当月5000個、まあ、子孫が300個月末が700完成品が4500個と示されていますでこの中書きのところですね 正常子孫率は加工進捗度40%時点を通過した良品に対して5%で、正常子孫率を超えて発生した子孫は異常子孫とすると、この、正常子孫率を超えて発生した子孫は異常子孫とし、異常存じ品には正常存じ費は負担させないと、この指示が出てくると、もう基本的に標準原価カードの作り方としては、第2法っていうのを前提とすることになります。 第2法を前提とするまた後で見ていきますけどもこの子孫時費をね標準原価カードにおいて明示するタイプのね原価カードの作成方法を採用していかなければいけないわけですが、まあ、この第1法の場合だと子孫っていうのを完全に度外視することを前提に計算を行うことになるので異常子孫っていうのを分離把握することができないということになります。 本文では、ね、異常な子孫時費を計算しましょうと言っているわけですから、まあ、これ第2法を前提とした標準原価カードを作りなさいという、まあ、こういった指示なんですね。まあ、実際には、ね、別にあの完成品の原価とか仕掛かり品の原価の計算というのが問われ,問われなければ、ね、第2法で標準原価カードを作っていく必要性というのはあまりないんですけどもただまあ論文の試験とかになってくれば、ねまあ、問いの1番でまず仕掛かり品勘定の穴埋めをさせて 問いの2番で原価債の分析をやらせて問いの3番で何か理論を聞いてくるみたいな、ねまあ、こういう出し方というのがスタンダードなので、まあ、そういった問いの1番の対策として、ねまあ、第2法による標準原価カードの作成というのを、ねまあ、しっかりと確認をしてもらえればと思うんですがただ仮にこの指示がなくて、ね、特段、この指示がなくてあの第1法で標準原価カードを作って分析をするとどうなるのかというのがこの括弧1番にまず示されています。 これまあ仮に第一法を前提とする場合ですね仮にとまあこの問題は第二法で解かなきゃいけないんですけどもし第一法を適用するとまあどうなるのかっていうのを一応示しています比較のためにあくまで仮の計算ですねこれは参考としてやってるだけだと思ってくださいで第一法の場合まずねこの物量標準の中に子孫の余裕分っていうのを含ませる必要性があるので まあこの完成品1個当たりの標準消費量5キロに1プラス正常な子孫率こちらの5%というところを掛け算する5キロかける1プラス5%で5 2 5ロっというのが完成品1個当たりの子孫の余裕分を含ませた標準消費量で作業時間がちょっと分かりづらいわけですがあのこのあたり若干苦手意識を持たれている方なんかはあのこういう数直線上に正常子孫率5%という状況をね 具体的な数字とセットで示してあげるといいのかなと思いますけど正常損率が5%ってことは完成品を100個作る過程で子孫が5個出ると。 完成品100個作る過程で子孫が5個出る、まあ、数字は適当ですけども、まあ、子孫率5%ってことはまあこういう、ねまあ、状況として具体化することができるとで、完成品100個作るのに材料は5 0 0キロ。1個あたり5キロですから5 0 0まあ子孫5個を作るのに1個あたり5キロですから2 5キロ。材料を必要とすると。 ですので結局完成品100個を作るのにトータル5 2 5キロの材料が必要ってことになりますのでね子孫に対する材料の消費っていうのも含めた5 2 5キロを100個で割り算した1個あたり5 2 5キロという標準消費量を設定してもらっても OK ですこれが子孫の余裕分を含ませた標準消費量で作業時間の場合も同様に完成品1個作るのに5時間かかるわけですから 完成品100個だったら500時間かかります。一方子孫5個の場合だとこれは加工進捗度40%時点なんで5個 ×40% の2個っていうのが完成品換算量になりますんで2個 ×5 との5時間で10時間っていうのが子孫5個を作るのにかかる標準的な作業時間ということになります。 子孫5個に対して10時間分の作業を標準的に必要とするわけですからトータルこれ510時間の作業が必要だと考えてこれを100個で割り算すれば5.1時間というのが標準的な作業時間として定まります。まあこういうふうにね子孫率っていうところを具体化してあげて状況を整理してあげれば、まあ、どういうケースにおいても原価カードの作成はできるかと思います。 まあ何はともあれ、ね、ここの標準原価カードが作れないことには、ね、第一報に基づいたこの後の再分析も行うことができませんのであのここ間違えてはもとも子もありませんから必ず慎重に対応していただきたいところとなりますで次にじゃあ具体的な再分析に移っていくわけですけどこちら直接材料費の再分析から見ていきましょうと。 もう価格差異の計算なんかはねできるだけこういう下書きとか書かずに電卓だけで計算してもらえればとは思いますけども1キロ当たりの標準単価が4000円で実際の単価は3980円と資料で示されていますで実際の材料の消費量も2 5 1 2 0キロと示されていますで皆さんが計算しなければいけないのはここですねこの標準消費量2 4 6 7 5キロという根、ね、っこの部分 ここのまあ計算ができるかどうかがもうほぼ全てといっても過言ではないかなとこれは当月の投入量5,000個から子孫の発生分300個っていうところを除外して当月の良品の数まあ当月4,700個分の良品の製造に着手をしたんだっていうこの数値に対して良品1個を作るのに 標準的な材料の消費量として5 2 5ロっというのを乗じて2 4 6 7 5キロという標準消費量の計算を行っていきます。当月投入の5000から子孫の発生分300個これを全部、ね、除外することになりますよと。良品ベースでこういった形で標準消費量の計算を行っていくと。ただまあこの計算っていうのは あの基本的にあまり正確な計算とは言えないといいますか後で見ていくね、まあ、第2法との比較で考えてもらえればいいんですけれども、まあ、第1法で標準原価カードを作った場合っていうのは原価再分析の結果っていうのがあまり正確には行うことができないんですねまたそれはね後ほど比較はしていきたいと思いますけども、まあ、とりあえずねこういう300個の中にはね 異常な子孫というのも本来含まれているんですけれども、これも全部除外した上でね、標準消費量を設定し、そしてこの2万5 1 2 0ロっという、こちらの材料の、実際の消費量の中には、異常子孫に対する材料の消費というのも含んでいるわけですよ。異常子孫というのを含んでいる。 異常子孫に対する材料の消費量も含めた実際にこれだけかかりましたよっていう数量なんでねこれと異常子孫を含まない標準消費量との差をとれば計算される数量債の中に異常な子孫自期っていうのが含まれることになりますここに異常子孫自期が含まれるとまあ原価債の中に異常子孫自期が埋没するんですね 異常にに対すする直接材料費といいうののがこの中に入り込んでしまいますよとだから先ほど言った通り第一歩で標準原価カードを作っているとどうしてもこの原価債の分析においてねその金額の中に異常子孫に対する材料の消費であったりだとかあるいは労務費っていうところをね 含ませることになりますので、まあ、その原価債の中に埋没させることになりますから異常損じ費を分離把握することができないので、まあ、この問題は第一歩を前提とする問題では本来的にはないんだとだから仮に計算するとこうなりますよという話をしているだけですねで一方のこれね第二報で標準原価カードを作っているとこういう計算この標準消費量の計算としてはこちら5キロ× 5 0 0 0個と普通に良品1個作るのに 5キロの材料を必要としているで当月の投入量5,000個この中には異常子孫っていうところも含んでいるわけですけども与えられた当月投入量にこの5キロっていうのを掛け算した2万5 0 0 0キロが標準消費量ってことになりますこの計算だとねこっちの標準直接材料費の中に異常子孫自費っていうのが含まれます。 異常にに対すする直接材料費っていうのはこっちに含まれまれね、まあ、5,000個の中に異常子孫が含まれてるんでね5,000個の標準消費量その金額っていうところを求めれば異常子孫の直接材料費っていうのを含んだこちらの標準直接材料費を算定することができます。 だから結果的に数量債の中には異常子孫が含まれずに済むとちゃんと異常子孫というのを分離把握することができているとこれが第2法を前提とした減価債分析ということになりますはいだからこれね左右比較しながら押さえていただくと内容の整理がしやすくなってくるかなと思いますで次直接労務費の債分析ということになりますけれども まあ熟練工と未ネラルに分けて、ね、再分析のボックスを示していますがまず、この一番内側標準作業時間を求めていくことになりますけども、まあ、これはさっきの、ね、材料の標準消費量の計算と同じように、まあ、当月の、ね、加工換算量から資存持品というところを全部除外することになりますのでもう完全に良品だけで、ね、この加工費のボックスを作っていただくことになります。 まあ完成品4500個に月末の換算量700個 ×80% を加えて月初の換算量500個 ×60% を引いてあげればまあ当月投入のねこの良品の加工換算量が4760個と求まりますんでこの完成品4760個分の加工作業を施すのにまあこの1個あたり5.1時間という標準作業時間を乗じてまあこの全体の標準作業時間が求まり で今熟練工の標準作業時間であれば、まあ、ここに5分の2時間という、ね、標準的な構成割合っていうのを掛け算すると、まあ、初めに示されていましたけど5時間作業したときに熟練工は2時間作業を担当することになりますからこの5分の2というのが標準的な構成割合なんで全体の標準作業時間に5分の2を掛け算する。 見習い項であれば全体の標準作業時間に5分の3を掛け算すればこの一番内側の標準作業時間っていうのを計算することができ、まあ、とにかくここの計算ができるかどうかがポイントになってきますここの計算をよく確認してくださいで次にこの 農率債と人員構成債に分けるためのこの倍回項ですね、間に挟んでいく標準消費量っていうのは、これは実際の作業能率を前提として、なおかつ標準的な構成の割合を前提とした標準作業時間なんで、ここの間に挟む数値は計算は簡単で、全体の実際の作業時間の合計に対して、標準的な構成割合を掛け算すればいいだけなんで、実際作業時間は熟練項7440。 見習い校が一万七千三百六十と与えられてるんでね。この全体の合計に対して五分の二っていう標準的な構成割合掛け算すれば。熟練校は九千九百二十。見習い校は五分の三を掛け算して一万四千八百八十です。まあ、この標準消費量、あ、標準作業時間と先ほど求めた標準作業時間差を取ってあげれば。能率祭求めることができますよと。はい、で、まあ、この分析だとね。能率祭の中に。 やはりこれ異常損じ費っていうのが含まれることになります。まあこの中に異常損じ費っていうのが含まれますよと。まあ見習いこも同様ですね。この納率債の中に異常損じ費、異常損に対する直接労務費っていうのが含まれることになります。もともと一番内側のこの作業時間。 まあこの計算を行うときに異常子孫っていうのを除外していますからねこっちの媒介以の時間の中には異常子孫に対する作業時間は含まれているわけですから異常子孫に対する標準的な直接労務費を含む形で能立債を計算することになりますこの中に埋没しますよと、まあ、このことを確認してみてくださいもう人口制裁はおまけですね まあこれ本試験でも1、ね、つのテクニックとして覚えておいてもらうといいかと思いますけど人員構成債とかあるいは後ほど見ていく原材料のぶどまり配合債分析の配合債の計算なんかはこれどんな本試験の問題でも基本難しくなることがまずありませんから難しいのは結局、ね、標準的な消費量あるいは標準的な作業時間この一番内側の数値っていうのをどう求めるのかというのが問題によっては難しくなるだけなんで。 配合債とか人員構成債というのは大抵の問題簡単ですから先にそこからです、ね、あの回答していって選択肢を絞り込むというのは一つの受験テクニックとして使えるのかなとは思います、まあ、とりあえず、まあ、第一報における再分析はこちらでこれ第二本になるとどうなるのかというのがこちら7ページに示されていますけど、まあ、この一番内側の標準作業時間ですねここが第一報とは違っていると。 これはちゃんと、ね、この子孫300個 ×40% っていうこの子孫に対するね作業時間っていうところも含ませる形で計算していると異常子孫に対する作業時間も含むような形で標準作業時間を計算しているとだからここの標準直接労務費に 異常子孫に対する直接労務費っていうのが含まれているということになりますね。異常子孫を含む形で標準直接労務費を計算しているんだと。原価債の中からは除外されていると、原価差の中に含まずに計算が行えていると、異常損失費を分離把握できていますよと。 でこの真ん中に挟む倍介項はね第1報だろうと第2報だろうと変わるところではありませんので人口制裁の計算結果っていうのは第1報と第2報で何か変わるわけではないとあくまで変わってくるのは一番内側のこの標準作業時間の計算結果が変わってくるだけなんだとそれに伴って農立債の金額が変わるというだけですねそこをねきっちり整理してください であととはまあちょっと順番が前後してしまって申し訳ないんですけど、まあ、これ第2法を前提としたときの標準原価カードというのはこの6ページの一番下に一応示していますね、完成品1個当たりが負担すべき子孫慈悲は1300円であるというのが示されていて、まあ、これは先ほど第1法の標準原価カードを作るときの,の数値を具体化しましたけど、まあ、この具体的な数値というところを、ねあのー、使って計算してあげてもいいのかなと思いますが。 この子孫5個の金額っていうのを求めて完成品100個で割り算すれば完成品1個当たりの子孫時費を計算することができるわけですから子孫1個当たりの直接材料費は資料一番に示されたこの2万円加工費っていうのは完成品1個当たりはこれ1万5千円なんで6千円プラス9千円で1万5千円ですから1万5千0 0円 ×5 個 ×40% でこの加工費を求めることができますんでね まあこの子孫5個分のね金額を求めれば1万3,000円っていうのが求まりますんでそれを100個で割り算すればあ13万か13万っていうのが求まりますんでこれを100個で割り算すれば1,300円っていうのが求まりますね、まあ、ここの計算はねすごい基本的な内容ではありますからねもう必ず対応できなければいけないとでただまあ割と論文の試験とかにおいてもね やっぱりこの受験生間で差がつく問題ではあるんですよね、こういう問題っていうのは。意外とね普段何気なく解いている問題で、あの普段はできているんだけれども、本試験だと微妙に何か、ね、表現とかが変わっていて、普段通りのパフォーマンスが発揮できないなんてことが、ね、あのしばしばありますんでね、まあ、こういう本当に基本に忠実な問題とかっていうのは、ね、もう確実に対応できるように、まあ、しっかりと人に説明できるレベルの理解っていうのを目指してください。 よろしいですかね、まあ、以上がこちら、まあ、かなり基本的なねこの標準原価カードの作成とそれにひもづいた原価債の分析ということになりますで次の8ページからはこれは異常な原損なんかが出てくるケースっていうのを見ていきたいと思います異常原損 まあ異常減損っというのは、ね、ぶどまり債とか減損債とかという形で、まあ、その減価債の分析過程で分離把握するということがあるんですけれども異常減損費という形で計算をすることもありますしそれは問題の設定次第ではあるんですが、まあ、とりあえず、ちょっと、ね、軽くここの数値例を見ておきたいと思うんですけど完成品1個作るのに1キロ当たり200円の材料1 0キロを標準的に必要としていると。 でこれまあ標準的な減損の発生っていうところを含んでいますよと。で正常損率は良品に対して10%で、まあ、当月の生産データとして完成品50個子孫次品が10個仕掛かり品は特にありませんと実際の材料の消費量が6 6 5キロで1キロ当たり210円であったというね、まあ、こういう資料が示されているときに具体的な計算としてこういうね子孫債を把握するタイプの分析と 子孫債を把握しないタイプの分析っていうのが出てくると、まあ、これは担当でもねよく出てきますけども子孫債を把握する場合と把握しない場合と、まあ、子孫債っていうのはこれは何ですかっていうとまあ異常子孫時期ってことになるわけですけども あの今回完成品50個で子孫率は10%ですからこの50個に10%を掛け算した5個が正常子孫ですこの子孫10個の内訳として正常なものが5個異常なものが残り5個というふうに内訳を計算することができます正常子孫5個異常子孫5個ですね で、この子孫債を把握する場合というのは。正常な子孫の発生を前提とした標準消費量と。異常な子孫も含めた標準消費量っていうね。この二つの標準消費量を計算することになります。それがここですね。ここの五百五十キロと。ここの六百キロと。完成品五十個と。 正常子孫5個合計55個作るのに何キロの材料を必要とするのか1個あたり10キロの材料を必要とするわけですから550キロというのを求めていますこの媒介以降は完成品50個と実際の子孫10個の合計60個の標準消費量ってことになりましてこの550と600の差の50キロ分の振り彩というのは子孫彩という形で計算されて これはすなわち、異常子孫の直接材料費ってことになりますね。異常子孫時金に対する直接材料費を、こういった子孫債という形でね、分離把握していくっていう、そういう計算を行っています。まあ、このようにね、原価債の分析過程において。子孫債という形で、異常部分っていうところを分離把握するっていうやり方もあると。ただ、まあ、この子孫債を把握する場合っていうのは、必ず問題文に指示がありますよ。 子孫債を計算しなさいって言われない限りはね。こういう計算っていうのは基本やりませんので、あくまでも指示があるときのみ、こういう計算をやっていくと思ってください。ただ、まあ、皆さんは別にね。あの、こんな下書きとか作らなくても異常子孫の金額を計算すればいいんだってことが分かっていれば、子孫債の金額が問われても対応できると思いますんでね。あえてこういう風にね。標準消費量を2つ設定して計算するってことはやらなくても別に問題はないかなとは思います。 もう大抵の問題というか、ね、一般的にはこっちの2番のケースの方が多いんでねもう子孫斎ではなくて異常子孫時期という形でそういった異常な部分の、ね、材料の消費であったり労務費の消費というところを、ね、計算するケースが多いんで、まあ、こっちの丸の2番だと6 0 0ロっというところが標準消費量として示されているわけですけど、まあ、この標準直接材料費に異常子孫時期っというのが含まれると含むと。 異常子孫時とといいう形で分離把握をしていくと、まあ、ど,ういう名どういう名目でね異常子孫に対する材料の消費っていうのを金額に換算していくのかっていう違いでしかないので子孫債という名目で換算するのか異常子孫自費っていう名目で換算するのかっていう、まあ、そういった違いでしかないですねであとまあもう片方の際ですねこの標準消費量と実際消費量を比べて計算される際、まあ、これいろいろ呼び方ありますけどね その他の数量債とかって表現をする場合もありますし、まあ、このレジュメでは減損債って呼んでいますけれどもここを「ぶどまり債」っていうふうに表現することもありますしそこはもう問題の設定次第だと思ってください呼び方はさまざまありますよただまあこれは結局何を示しているのかっていうと異常減損を示してるんですよね異常な減損 この6 0 0ロっていうのはこの完成品50個と実際に生じた子孫10個の合計60個に対する標準的な減損の発生を前提とした標準消費量なんでそれを超えて出た減損っていうところが含まれたね6 6 5キロとの差っていうのはこれ異常原損ってことになるわけです。それを減損債とかぶどまり債とかっていう名目で単に計算をしているだけなんだと思ってください。 よろしいですかね、まあ、この辺りの計算もかなり基本的な内容ではありますからよく、ね、整理してください、結構、ね、ここの話を混同している方が多くてこの下の分析をやっていくはずなのに6 0 0 k ロではなくここを5 5 0 k ロにしてしまうみたいな計算ミスっていうのがよく目立ちますので、ね、見受けられますからここは必ず整理しておかないと、ね、そういうちょっとしたところでミスが生じて、ね、もったいないことをする可能性がありますので気をつけてください。 で次の2番、ぶどまり配合再分析ですね、これももう毎度おなじみの再分析になるわけですけれども、あのまずね、ちょっと簡単な数字設定で示しているわけですが、完成品1 0キロ作るのに、A 材料と B 材料を以下に示す配合表に従って投入すると、A 材料は1キロ2 0 0円のものを6キロ B 材料は1キロ1 0 0円のものを6キロ合計1 2キロ投入し、 2キロが原損になって1 0キロが完成品になりますよとで当月の生産データとして完成品5 0 0キロと原損1 5 0キロっていうのが示されていて、まあ、月初及び月末仕掛か,かり品がないという、ね、基本的な状況を想定していますで実際の A と B の材料の消費量は2 6 0キロと3 9 0キロであるとこの時伝統的な分析方法に基づいて A 材料と B 材料の まり配合再分析を行うとこうなるよっていうのをねあの9ページの上に示しているわけですけどももうここの計算も大丈夫かとは思いますけどこの一番内側 A 材料 B 材料ともに3 0 0キロっていうのを取っているわけですがこの3 0 0キロの計算っていうのは標準的なぶどまりでなおかつ標準的な配合割合を前提とした標準消費量ということになりますんでこの完成品 500kg を作るのに 標準的な原損の発生を前提とすると何キロの原材料を投入する必要性があるのかを考えると1 0ロの完成品を作るのに1 2キロの材料を投入する必要性があるわけですから5 0 0ロだったら10分の12を掛け算した6 0 0ロってことになります完成品5 0 0ロを作るのに6 0 0ロ投入しそのうち1 0 0が原損として標準的に発生するものなんだとでこの6 0 0ロという標準的な材料の 消費量、まあ、これを標準的な配合割合 A 材料と B 材料1対1の比になっているわけですから3 0 0ロ三3 0 0というふうにね各材料に割り振って計算することができますよと。で次にこの媒介項これは実際の材料の消費量合計に標準的な配合割合を掛け算していくだけなんで A と B の実際の材料の消費量の合計 A は2 6 0キロ B は3 9 0キロの合計6 5 0キロですからそれを1対1の比で A と B に割り振ったものがこの倍回項ということになります3 2 5キロずつってことになりますね、まあ、これでぶどまり債、配合債っていうのをそれぞれ計算することができ原材料別の分析を行えばこうなりますよっていうのがまあ一番基本的な話としてはあるわけですけどもただまあ本試験ではね こういうい原材料別の分析っていうのが求められることもあれば単純にブドマリ債の全体の金額とか配合債の全体の金額を答えなさいっていうケースもあるわけですよでその時にはねわざわざこういう計算やらなくてももっと単純にこの9ページの丸3番のまとめの下に書かれていますけどこの全体の金額を出すだけだったらこの過重平均の標準価格を使って一気に計算することができますねこのブドマリ債。 A 材料がマイナス5000、B 材料がマイナス2500っていう不まり差を求めましたけど、全体のマイナス何千500円っていう不都合差については加重平均の標準価格を使って計算することができると。まあ標準消費量っていうのが600キロですからね、600キロから実際の材料の消費量の650キロを引いたマイナス50キロ。 マイナス 50kg、1kg150 50円という過重平均の標準価格で評価すれば全体のぶどまり債の金額合計を求めることができると、はいまあ、まさしく異常減損費を計算するノリですよね、これはね、異常減,減損費を計算する、標準的な減損の発生を前提とすれば 600kg が標準消費量ですけど、実際には 650kg 使っているわけですから、50kg 分の異常減損が出ていて。 その直接材料費を計算したものがこの7500円ということになります、まあ、全体の金額計算が問われているだけだったら、ね、この加重平均標準価格を使った計算というのを行ってくださいで配合債についても全体の金額計算問われているだけだったらこういう各材料の価格差に着目した計算してあげればいいですねこれが一番手っ取り早いです各材料の価格差 A 材料は200円で B 材料は1キロ1 0 0円が標準価格で A の方が相対的に100円高い材料なんですよね。でこの100円高い A 材料を標準よりも6 5キロ少なく済ませることができていると。まあ、代わりに B 材料標準よりも6 5キロ多く投入することになっていると。 A の代わりに B を6 5キロ多く投入したっていうのがこれが配合債ですよね A の代わりに B を6 5キロ多く投入したんだとで A と B っていうのは相対的に100円価格差があるわけですから相対的に100円安い材料を高い材料の代わりに使ったんだとその経済的影響はいくらかっていうのを表したのが配合債ということになりますんで。 この A と B の相対的な価格差に対して6 5キロを乗じて6,500円っていうのを求めることができる高い材料の代わりに安い材料を多く使ったこれは会社にとって得だったんだっていうねそういう観点から計算してあげるのが一番手っ取り早いかなとは思います、まあ、こういう全体の計算が、ね、問われた時に一気に計算するっていうやり方を押さえておいてもらえればね、まあ、時間の短縮にもなりますしあるいは あの原材料別に分析した結果が合ってるかどうかのね、検算を行うこともできるかと思いますんで、まあ、このやり方っていうのもぜひマスターしてください。で、あと2番の加重平均標準化学を使ったね、もう一つの新しいね、ぶどまり配合剤分析の方法っていうのは、これも見といてもらうといいかなと思います。ほとんど試験的に出ることはね、まあ、ないといいますか、あんまりこれを聞いてもしょうがないんでね、まあ、簡単な計算ぐらいできればいいのかなと思いますんで。 まあお時間ある方はちょっと見ておいてもらうといいのかなと思います、はい、で次のところ、今度10ページよりまあ実践的な問題になってきますけれども実践的な問題、まあ、さっきとは違ってね月初と月末の仕掛か,かり品があるケースっていうところを見ていきたいと思います、まあ、とりあえずねこの初めの資料 完成品 10kg 作るための標準的なこの原材料の配合表というのは、まあ、基本同じ内容となっています、ここは。違うのはこの生産データということになります。まあ、当月の生産データ月初が3 6 0キロ、月末が 600kg、まあ、こういう、ね、データが入ってきていると。で今回、減損の発生点がはてなになっていてこの減損がどこで生じるのかによってね 標準的な材料の消費量が変わってくるっていうのをこちらの説明で確認をしておきたいと思いますこの一番から三番までありますけど一番はこれ工程の終点で発生する場合二番は50%時点で発生する場合三番は20%時点で発生する場合とこのどこで減損が出るのかそこにフォーカスしてね 標準的な原材料の消費量の計算っていうのを確認することになります。で、まず丸の一番。まあ、こういう計算問題がかなり本試験では多いですけれども。減損の発生点が工程の終点に。発生点が設けられている場合。発生点が工程の終点の場合。この場合は。 減損っていうのは完成品のみから生じることになりますんで月初や月末仕掛か,かり品っていうのはこれ原損っていうのは発生していないということになりますんでねこの完成品のみこの1 6 0 0キロから減損が出たということでこの標準的な減損率っていうのを掛け算して正常な減損の発生量を求めることになりますこの一番上の資料を見てもらうと完成品1 0キロを作るのに 標準的な減損というのが2キロ生じる、これが正常な減損率ということになりますので、まあ、この10分の2、20%というところを完成品1 6 0 0キロに掛け算してあげれば、3 2 0キロというのが正常減損の発生量として求まります、320。 完成品1,600、正常減損320、月末600、月初360で、この当月投入、貸借差で2,160っていうのが結果的に求まりますと。まあ、これが標準的な。 ぶどまりを前提とした時の標準消費量ということになりましてとにかくここが求まるかどうかがポイントになってきますねで、ここさえ求まればあとはもう機械的な作業で再分析はできるわけですよ A 材料と B 材料のぶどまり配合再分析だったらこの2160キロに対して標準的な配合割合 まあこの1対1の比になっているわけですから0.5を乗じた1 0 8 0キロが A と B の一番ボックスを書いた時の内側に捉えていくね下書きを書いた時に一番内側の標準消費量が1 0 8 0キロで次に媒介以降間に挟んでいく数値はこの実際の材料の消費量ですねこの資料の最後に示されてますけどこの9 6 0キロと1 4 4 0キロのこの合計2 4 0 0キロこの2 4 0 0キロに 標準的な配合割合0.5っていうのを掛け算してあげた1 2 0 0キロっていうのが倍回項になりますんでねもうここの計算っていうのはもうどんな問題でも難しくなりませんからとにかくこの2160がちゃんと求まるかどうかですね問題文の状況をうまく整理してここを求めることができればもうあとは流れ作業でね最後まで計算結果を合わせることができるかと思いますで次の丸の2番 今度減損の発生点が工程の50%時点の場合この場合月初仕掛か,かり品っていうのが40%からスタートなんで当月ににおいて減損の発生点を通過すするることになるわけですよ。だから先ほどのねあの一番初めに見た説例と同じようにね、まあ、その子孫と同じように捉えてあげればいいんですけども。 まあこの月初仕掛かり完成品1 6 0 0キロっていうのは全て減損の発生点を当月に通過済み月末仕掛かり品の6 0 0キロというのもこれも減損の発生点を通過済みなんで 1,600+600 の合計2,200に正常な減損率20%を乗じた4 4 0キロっていうのが正常減損の数量ってことになりますもう子孫の時と考え方は一緒ですね 減損の発生点を何キロの良品が通過したのかその観点から、ね、計算をしてあげればよくて良品の数に対して子孫率を乗じれば440キロというのが求まり結果的に2280キロというのが当月投入の数量当月の標準消費量ということになりますね2280もうこれが求まれば さっきと同様に流れ作業0.5を掛け算すれば A と B の標準消費量が定まり倍回向の数値は一番から三番まで全部一緒ですからもうとにかくこの一番内側の数値が違うだけなんだってことを確認してください。で最後に三番ですね。減損の発生点が工程の20%時点の場合というのは今度は何が二番と違うかっていうと。 月初仕掛かり品っていうのが前月段階で減損の発生点を既に通過済みなんですよね40%から当月はスタートなわけですから前月の末の段階で月初仕掛かり品これ前月の月末仕掛かり品ですから減損の発生点を前月に通過済みなんだとだから月初仕掛かり完成品っていうのは当月減損の発生点を通過していないということになりますんで 完成品キロから月初仕掛かり品3 6 0キロを引いた当月着手の完成品1 2 4 0キロと月末仕掛かり品6 0 0キロの合計1 8 4 0キロが減損の発生点を通過した良品なんだとそこに20%を掛け算した3 6 8キロが正常減損の数ということになります。 これを当月の標準消費量に含ませて2 2 0 8キロっていうのを求めていく、まあ、こういう計算をやっていきましょうと丸の1番から丸の3番までで違うのはここの数値一番内側の標準消費量の数値が変わるそれに伴ってぶどまり債の金額っていうのが変わってくるただそれだけなんでね配合債の計算結果は全部同じですから。 まあそういった意味でもね、配合債っていうのはもうどんな問題でも基本同じですからね、そこはもう絶対に正解しなければいけないところなんだと思ってください。まあ、以上がね、こちら、仕掛かり品が存在する場合の、ぶどまり配合債分析です。で、次ですね、今度、カッコ3番12ページ、労務費の分析について見ていきたいと思いますけど、労務費。まあ、これが一番難しい場合ですね。 直接労務費について、ね、作業時間債の内訳を求めましょうといったときに、まあ、労働不泊まり債と労働能力債と人員構成債のこの3つの債に分けていくっていうのが一番複雑なケースということになりますけども、まあ、このケースに対応できれば、ねまあ、何でも債分析は基本的にできるのかなと思いますので、ねまあ、ぜひこの説明をマスターしてもらえればと思うんですけど見ていくと、まあ、基準生産量が9 0 0キロで標準的な原材料の投入量はこのとき 1100kg。 だから2 0 0キロは、ね、標準的な減損の発生量として想定されていて、まあ、この工程の中点において減損が生じていますよとでこれ、加工進捗度50%時点において減損が2 0 0キロ生じると言っていますのでこの減損の加工換算量は1 0 0キロですね減損2 0 0キロに対して完成品1 0 0キロ相当の加工作業が行われると。 このことからここの資料っていうのはどう整理できるかっていうと完成品9 0 0キロとこの完成品換算量1 0 0キロ合計1 0 0 0キロ分の加工作業を施すのにこの100時間トータルで作業時間としては必要とするっていうこういう見方をすることができます。だから100時間割ることの1 0 0 0キロ これで0.1時間っていうのが1キロあたりの標準的な作業時間ってことになります。時間ですね。これが標準的なね作業能率を前提とした標準作業時間なんですよ。 1>, 1キロを加工するのに始点から終点まで大体0.1時間標準的にかかりますよっていう数値です、まあ、純粋な作業能率を反映した時間ってことになりますねで今完成品の数が9 0 0 0キロで原材料の実際の投入量は1万2 0 0キロだと言っていますしかかり品は特にありませんよと、まあ、これ減損が1 2 0 0キロ生じているわけですけどこれ本来完成品9 0 0 0キロを作るためには 何キロの原材料を必要とするかというとこれ1 0 0 0キロの原材料を投入する必要性があるわけですよ9 0 0ロだったら1 1 0 0の材料必要なわけですから9 0 0 0だったらその10倍の1万1 0 0 0の材料が標準的に必要なはずなんですけど実際には1万2 0 0ロの材料の消費で済ませることができるんでこれは減損が少なかったわけですよ正常な減損の発生量よりもさらに実際に生じた減損は抑えることができているんですね まりが良かったんですよ減損の発生率っていうのが低く抑えることに成功しているんでね1 2 0 0キロっていう少ない減損の発生量で済ませることができているという状態ですでこれ減損1 2 0 0キロっていうのは加工換算量としては6 0 0キロですね進捗度50%なんで減損1 2 0 0キロの加工換算量は6 0 0キロだから完成品9 0 0 0キロと 減損原の換算量6 0 0ロの合計9 6 0 0キロっていうのがこれが当月における加工換算量ってことになりますこの1 2 0 0キロに対する加工換算量は9 6 0 0キロです完成品9 0 0 0二百とキロか1 2 0 0パー× 5 0で9 6 0 0キロでまあとりあえずこの一番 内側の標準的な作業時間の計算っていうのを見ていくと一番内側っていうのは標準的なぶどまりで標準的な作業能率で標準的な人員構成の割合を前提とした標準作業時間ってことになりますから標準的なぶどまりを前提とすると9 0 0 0 k ロの完成品を作るのに本来1万 k ロ分の加工作業が必要なんですよね。 1万1 0 0 0キロの原材料を投入する必要性があるわけですが2 0 0 0キロの原損の換算量は1 0 0 0キロなんで完成品9 0 0 0キロを作るためには1万キロ分の加工作業を施す必要性があって1キロの加工を施すのに標準的には0.1時間の作業時間を必要とするわけですから1万キロかけることの0.1時間で1,000時間っていうのが全体の標準作業時間ということになります。 でこの1000時間を A さんと B さんで割り振っていくだけなんでね A と B の人員構成の割合は A が 0.6B が0.4っていうのがこの初めの資料から分かりますんで全体1000時間に0.6を掛け算した6001000時間に0.4を掛け算した400っていうのが A と B の一番内側の標準作業時間ってことになりますもうとにかくねあの一気に計算しようとせずに 一旦全体の標準作業時間が何時間なのかっていうところを考えて A と B に割り振るのは一番最後ですからね一旦そこはもう考えずに全体の標準作業時間が何時間なのかっていうところにフォーカスしてまずはそこを計算するっていうところからやっていただければね情報の整理がしやすくなってくるのかなと思いますで次にこの倍回項として使っていくこれ実際の部まりでなおかつ 標準的な作業能率でなおかつ標準的な人員構成の割合を前提とした標準作業時間この実際のぶどまりを反映した数値っていうのはこの先ほど求めたこの9 6 0 0キロまあ要は実際の減損の発生を前提とした計算やっていきましょうという話なんでこの実際の減損の発生を前提としたときの標準的な作業時間が何時間なのかっていうとこの完成品9 6 0 0キロ分の加工作業を施すのに 標準的な作業能率を前提とすればこの0.1時間を掛け算した960時間と求まりますんで全体960時間に0.6を掛け算すれば5760.4掛け算すれば384っていうねこの A と B のこの倍回顧を計算することができますこの9 6 0 0キロに対する標準作業時間をまずは求めてその時間を A と B に割り振っていくんだと もう基本的にはここの計算ができるかどうかが全てですねここさえ計算できればもうあとは流れ作業になります。残りは難しいことは特にありませんからねここのもう一つの倍介項はこれはもうね A と B の作業時間の実際の作業時間の合計に標準的な人員構成の割合掛け算すれば終わりなんで A と B の実際の作業時間の合計は問題で必ず与えられますからこの1080時間に0.6を掛け算すれば6481080に0.4掛け算すれば432っていうのが求まりますのでここの計算は絶対落としてはいけないところですもう人口制裁はこういうケースにおいても必ずね真っ先に計算するぐらいのねもう流れを作っておけばいいのかなとは思いますねもうそういうルールにのっとってやっていただくといいかと思います これが、ぶどまり債、農立債、人員構成債というふうに、時間債の内訳ですね、3つに分けた場合の計算ということになります。そして最後、今日のこの講義では、この13ページの説明を見て最後にしたいと思いますけど、まあ、総合問題という形でね、まあ、ちょっとまとめをしているんですけれども、まあ、この資料1番に、 製品8キロあたりの標準原価っていうのがまず示されていて、これ、原損費を含むというふうに、ねまあ、丁寧に示されているんですけど、まあ、製品8キロを作るのに、この標準消費量が1 0キロとかになっているわけですから、これ、原損費を含むという指示がなかったとしても、ね、これ、原損含んでいるということはここから分かりますよ。こ2キロ分の原っというのが含まれているんだというのが資料の与えられ方的に分かるとで。直接作業時間や 直接作業時間が6時間というふうに示されていてで、まあ、今回です、ね、あの標準原価カードとしてこういった第一歩を前提としたものが示されているんですけれどもこれはまあ何が問われるかにもよりますけども基本的に、ね、この月初仕掛かり金の原価とか月末仕掛かり金原価あるいはまあ再分析が問われてもそうなんですけどこの第1歩で標準原価カードが与えられていてもこれ第2歩に自分で直していく必要性があります。 なんでかというと第一報だと基本的に正確な計算ができないんですよ、それ先ほど申し上げましたけど第一報で標準原価カードを作ると、まあ、正確に仕掛かり品の原価を計算するとかあるいは原価債をちゃんと計算するということができなくなりますのでこれも暗黙の了解で、ね、特に指示がなくても第二報の標準原価カードに直してあげるという作業をやってあげなければいけないと。 でちょっとこれね、第2法の標準原価カードに直す作業がね、割と苦手な方が多いんで押さえてもらいたいんですけど、括弧1番に完成品 1kg 当たりの標準原価が示されていてまさにこれ第2法の標準原価カードなんですけど。 完成品 1kg 当たりの標準原価カードで完成品を 1kg 作るのに材料っていうのは標準的に何 kg 必要かっていうと 1kg の完成品を作るのにまずね減損が全く出ない状況を想定すれば当然材料の投入量は 1kg ってことになりますから一旦この1500円 ×1kg っていうところを示していく。 で今度作業時間なんですけど作業時間ここが難しいんですけどねこの資料1番見てもらうと加工進捗度50%時点で2キロの減損が生じていると言っていますんでね完成品 8kg と減損が 2kg 生じてるわけですよでこの減損2キロっていうのは進捗度50%時点で生じているものになりますから、まあ、これは括弧で。 加工換算量は1キロってことになります減損2キロの加工換算量は1キロで合計9キロの完成品を加工するのに標準的な作業時間として6時間かかってるっていうのがこの資料で示されているんですね完成品9キロ分の加工するのに6時間の作業時間を必要とするだから これ9キロで割り算した9分の6時間というのが完成品1キロを作るのに純粋にかかる作業時間ということになります。ちょっと割り切れませんけど、まあ、9分の6時間と、はい、こここ結構難しいいととろかなと思います、まあ、そもそもこの初めの1キロの設定もできない方が結構いるんですけど。 第2法で標準原価カードを作る場合はとにかくね一旦理想標準を示していく必要性がありますから一切のそういった減損が発生しない状況下において完成品1キロを作るのに材料は1キロ必要なんだっていうそういった基本的な理解が必要ですね。まあ、これで一旦1キロの理想標準3,500円っていうねこの承継欄の金額を求めることができここに正常な減損費っていうのを負担させることになりますけど。 この完成品1キロを作るのに原損は何キロ出るのかというと8キロの完成品を作ったときに原損は2キロ出るわけですから2ロ割る8ロっというのをしてあげれば0 2 5ロっというのがこれが完成品1キロを作った時の原損の発生量ということになります原則0 2キロ分の原価を完成品1キロに負担させるという計算をやればいいんですね 0 2 5キロ。だから計算として1キロ当たりこの1,500円かけることの0 2 5まあこれで材料費については375円っていうのが求まりますね375円一応ちょっと書きましょうかね えっと、0 2 5キロの金額としてはこれは単価1,500円× 0 2 5キロプラス加工費が1キロ当たり2,000円で ×0.25kg×50% と、まあ、これで現存0 2 5キロ分の製造原価を計算することができます。 1500円 ×0.25 プラス加工費2000円 ×0.25×50% ですね。これで625円というのが求まります。で、この標準原価カードを作った上で、 月および月末仕掛かり品の原価を計算すると月初仕掛かり品は加工進捗度が40%で、まあ、生産データを見てもらうと4 5 0 0ロ。でこれ、すみません、ちょっと生産データ、一部、ね、あのミスがあるんですけどこれちょっと1位をずれちゃってるんですがこの8280という当月当にこれ、X で12420はこれ Y なんです、すいませんこれ1位をずれちゃってるんですけど8280が X、12420が Y ですね。 まあ、とりあえず月書4 5 0 0キロ分の標準原価を求めようといったときにこの標準原価カードを使った計算をやってあげればよくて1キロ千1 5 0 0円× 4 5 0 0キロで直接材料費で加工費についてはもうこれ合算してあげてこ,こ2000円と。2, 円× 4 5 0 0パー× 4 0ですね。まあ、これで加工費を求めることができますから1035万というのが月書仕掛かり品の製造原価として求まりますよと。 で月末しかかり費については加工進捗度60%時点まで至っているので正常な減損費の負担というところを行っていかなければいけませんのでこの3 6 0 0キロかけることの直接材料費は1500円加工費だったら2000円かけることの3 6 0 0る6 0そしてこの625円という1キロあたりが負担すべき正常な減損費 これを月末仕掛か,かり費も負担することになりますから625円× 3 6 0 0、まあ、こ,こね計算を忘れないように気をつけてくださいと、まあ、この部分が結構忘れやすいですね、はい、正常減損費これを月末に対しても負担させなければいけないとでも特定の地点でね減損が生じているわけですからその地点を通過していれば 完成品1キロだろうと、月末仕掛か,かり品1キロであろうと、1キロあたりが負担すべき正常な減損費は同じになるはずなんで、この1キロ6 2 5円という完成品1キロが負担すべき金額、これは月末仕掛か,かり品にも当てはまりますので、ね、月末の実際の数を掛け算してあげれば、それで OK と。はいまあ、このあたりはね、非度外症に基づいて、 まあ減損費というののを計算処理すする時の考え方と一緒ですね完成品と月末の両者に負担させるときに、実際の数量をもとにしてね、安分するっていう計算を行いますから、そこと考え方としては全く一緒で、完成品1キロと月末1キロだと、1キロあたりが負担すべき減損費は同じなんで、この625円っていうのを使ってあげれば OK と。まあ、これが仕掛かり品の原価が問われたときの計算ということになります。 まあ完成品は大丈夫かと思いますけどこの4125円に14400掛け算すれば終わりなんでね完成品の標準原価は一瞬で計算が終わりますであとは再分析ということになりますけどこの X は実際には 8280Y は実際には 12420kg 投入しているとでこれをまあ前提としてこちらのまり配合再分析っていうのをやっていくことになりますけども まあこちらの14ページで、まあ X 材料、Y 材料についてね、ぶどまりさえ配合さえ求めればこうなるということで、とにかく先ほど見た通りねここの正常減損4 5 0 0キロっていうのが求まるかどうかがもうほぼすべてと言っても過言ではない、これが求まったらここの1万8000も求まりますからね、この4500っていう部分をいかに計算するのか。 さっき、ね、パターンでやりましたけども50%時点で減損が生じるわけですからその地点を通過した良品ですねその地点を通過した良品そこに対して正常な減損率を掛け算すればいいわけですから、まあ、今回50%時点で減損が生じているんで、まあ、この月初仕掛か,かり品っていうのは40%からスタートするわけですから40%から終点まで当月加工されますんで月初仕掛か,かり完成品っていうのは 当月50時点を通過していることになりますからこの完成品1万4 4 0 0キロのすべてが当月の減損の発生原因になっているまた月末3 6 0 0キロも減損の発生原因となっていますので1万4400たす3600で1万8 0 0 0っていうのが減損の発生点を通過した量品の数ってことになりますそこにこの減損率 8キロ分の2キロっていうのを掛け算すればいいですねこの良品8キロに対して減損が2キロ生じるわけですから8分の2っていうのを掛け算すれば4 5 0 0キロというのが正常減損の数として求まりこの4 5 0 0キロっていうのを当月の投入数量に含ませて1万8 0 0 0という標準消費量を算定することができるであとはこれを標準的な配合割合に基づいて xy に割り振るだけなんでね もう1万8000円が求まったらあとは機械作業で計算ができるかと思います。こ、はいまあ、これが直接材料費にについいての再分析ということうなりますで次の直接労務費の再分析についても,もう同様にこういう標準部留まりを前提とした時の当月の加工換算量1万7 0 1 0 k ロというここが求まるかどうかがすべてですね。 結局さっきの4 5 0 0キロっていうのが求まればこれに50%掛け算してここは2 2 5 0キロになりますからあとは完成品と月初月末の加工換算量を加減算すればこちらの1 7七1 0っていうのが求まりますんで貸借の差で求めることができますから完成品1 7七1 0キロ分の加工作業を施すのに標準的に何時間の作業時間要求されるのかっていうと先ほど設定した通り この1キロを支点から終点にかけて加工作業を施すのにこの9キロ分の6時間の作業時間を必要とするわけですからこの9 k ロ分の6時間という標準的な能率を反映したこの時間を1 7 0 1 0キロに掛け算してあげれば11340というのが標準的な作業時間として求まりますよと11,340時間ですね、はい、これが求まりますと。 であとは倍回項に使っていくのは、これは実際の部りを前提としたね、標準的な作業時間ということになりますんであ、あすみません、これ、ここが部まりと能率ですね、すみません。こっちが能率ですね、すみません。これは特に人員構成とか関係ありませんので、ここが。 歩留まりと能率で、こっちも歩留まりですね。すみません。ここも同様ですね。まあ、全部ちょっと歩留まりと能率に直していただきたいんですけども。 まあこの媒介工は実際のぶどまりを前提としてなおかつ標準作業能率を前提とした標準作業時間なんでこの生産データ上に現れてくるね1 8 3 6 0キロ、まあ完成品14,400実際の現存の加工換算量3,600月初月末の加工換算量を加減算してあげて18,360そこに9分の6っていうのを掛け算すれば 一万二千二百四十っていうのが求まりますよと。まあ普通に実際の減損の発生を前提として。加工費のボックスを作ってあげればいいだけなんで。ここの数値の計算はね、難しくないかなと思います。だからまあ本当にね、この手の再分析ではね。 なんか漠然とできないようなイメージとかを、ね、持ってしまっている方なんかは、まあ、結局、どこからどこまでが分かっていてどこからどこまでが分からないのかというところがうまく整理できていない可能性があるんですけども、い、まあ、大体、ここの倍回向に使っていくこういった真ん中の数値っていうのは計算が難しくなることはほぼありませんので結局、難しいのは一番内側の部分だけなわけですから、まあ、そこの計算のやり方というところをパターン化して押、ね、さえておけば、まあ、大抵の問題は対応できるのかなと思いますのでね。 ですので、まあ、ぜひね、ここは、あのー、しっかりと理解をしていただいてね。本試験でも対応できるように備えてください。で、ちなみに、一番最後に、これ、はおまけなんですけど。16ページに。仮に、減損の発生点が分かんない場合ですね。分かんない場合。減損の発生点が分からないという特殊な状況を想定しています。発生点が不明。まあ。 実務的にはね、こういうケースっていうのは多いのかなと思いますけれども計算問題としてはあんまりこういう幻想の発生点がわからない場合とかっていうのを聞いても面白くないんでねあの基本問われることはおそらくないのかなとは思うんですけれども一応念のためねちょっとリスケッチのために見ておくとこうなりますよっていうのをご紹介していますあの幻想の発生点がわからない場合まあ、この場合っていうのはもうね第一報による標準原価カードを作って それをを前提にしした再分析をやっていいくしかないんですよ結局発生点が分からなければね完成品1個あたりがいくらの減損費を負担すべきなのかっていうのも計算できないんでもう第1報による標準原価カードっていうのを作った上で計算やっていくしかないということになります、まあ、いわゆるその度外症に対応したね標準原価カードを作って再分析をやっていくほかないんだとだから標準原価カードはこういうふうになりますよと 完成品1キロを作るのに1 2 5キロの材料を投入する必要性がありますしで完成品8キロを作るのに6時間の作業時間がかかったというふうにここの資料については見てあげると完成品8キロを作るのに6時間の作業時間がかかっているのでまあ減則に対する作業時間も含めた8分の6時間というところが標準的な作業時間であるとまあこういうふうに減則の余裕分というのを含ませて標準原価カードを作ることになります。 そして再分析をするときにも、まあ、こういう減損の発生っていうのを完全に度外視してこの当月の投入量や当月の換算量っていうのを求めることになりますこの当月投入量に対して標準的な消費量 1.25kg とかこの8分の6時間っていうところを掛け算し標準消費量および標準作業時間の計算を行うことになりますねはい まあそれが、かっこの4番とかかっこ5番の分析ということになります、はい、一応、チェックを入れておきましょうかねこの1万3500っていう実際の数量この当月投入の原損度外視した実際の数量ここに0 7 5キロとか0 5キロっていうね XY の完成品1キロを作るために消費される数量ですね 減損の余裕分を含ませた零点七五とか零点五っていうのを掛け算していけばいい。標準作業時間だったら、この一万四千七百六十キロの加工換算量に。八キロ分の六時間っていうのを掛け算すればいいと。ただもうとにかくこの計算っていうのはね。あまり正確な計算ではないと。 この括弧三番に仕掛かり品原価の算定とかもしてますけども、これも不正確な計算を行ってます。不正確。まあ月初仕掛かり品に対してもね、自動的に減損費を負担させるような計算になってますし。 月末に対しても,もう自動的に減損費を負担させる、まあ、その負担のさせ方というのも、ね、あまり適切な負担のさせ方になっていなかったりしますから正しい計算ができていないと、だからさっきも言いましたが第一歩で標準原価カードを作った計算及び分析というのはあまり正確なことができないのであの正確にやっていこうと思ったら標準原価カードとしては第二歩を前提とした再分析などを、ね、やっていく必要性があるということで。 まあその点ね、あのー、ちょっと軽く確認をしてもらって、まあ、この16ページで取り扱っている内容は、基本出ることはないのかなとは思いますのでね、まあ、おまけ程度に考えてもらえればいいかと思いますで。17ページ以降はね、もうお時間がありませんので、 まあ気になる方は各自で見てもらってちょっと応用的な内容を17ページ以降ではまとめているので担当の試験では、ね、基本的にあまり問われることないかなと思いますから、まあ、論文対策を、ね、ちょっと考えたいという方については、ね、見といていただくといいのかなとは思います。はい あすいません、若干延長してしまいましたけども、まあ、苦手論点克服講座については、まあ、これで以上となりますので、あのまあ、何かね、き、ま、ょ、あ、やったところでわからないところがございましたら、あのぜひお声がけいただいて、あのご質問事項を、ね、き今日ご不明点ない状態で、ね、帰ってもらえればなと思います。はいまあ、それでは、これで、えー、こちらの講座については以上となりますので、えー、お疲れ様でした。